酒場バスピースクロニクル。なんか中途半端だったな。勢いがちょっとカジ切るの遅すぎましたよ。ピースだけ強かったね。そうピースだけ強かった。バから行かなきゃいけない。バから入んなきゃいけない。そうね。ちょっと遅かった。ハンドルを回すのがジャスティスが曲がりきれてなかった、ね。そう。この酒場バスピスという深海魚してますか、はい、皆さん。魚は知らないですね。ネットで有名だよね。最近話題になってたけどね、うん、もうマジで左にいる顔なのよ、言ったら すごいよね、なんか可愛いよね、はい、それがね、おなじみ黄緑さんが、ゲームにしましたってやつだね、はい、それがバスピスなんだ。黄緑さんっていうと、黄緑さんっていうとタンブルウィードとかですよね。はい、あの動画があれね、動画がね、そう言っちゃダメ、こうしゃったやつね、ロックのミスってやつか、もうやめろ。まあひたすらあれですよ、レベルを上げながら、俺たちの時間が無駄になったやつね、うんうん、ガチャ1秒の俺はちゃんと録画してるから、ガチャ1秒だからね。ごめんなさい、1秒の動画。俺は動画はあるからな。はいはい、じゃあ酒場バスピースやっていきたいと思います、はい、バスピースバスピースガシさん、ガシさん酒場バスピースクロニクルでちょっと一回やってみてもらっていい？フレンドマッチじゃない、フレンドマッチ、酒場バスピースクロニクル言うとちょっと遅いな、もうちょっと早く、酒場バスピースクロニクル、いや可愛いね、おーやめろ。シャックリやめろ。シャックリが止まんなくなってきた、まださっき止まってただろ。可愛いですね、拡大したら可愛い。俺たちは新しい魚にこっから進化していくっていうゲームだと思うんだけど、はい、てかこれめちゃくちゃお腹空いてるんじゃないの、もしかして近づいたらセリフ出るよ、このメトロイドに近づいたら。本当だ、メトロイド、あ本当だ、私の声が聞こえていますか、あなたに伝えたい大切なお話があります。直接語りかけてきてる脳に。何これ、おや、あなたは今とても空腹のようですね。そうなんですよ、そうです、よくわかるな。お花打ちおやめなさい。しゃっくりが出ていますね。空腹を満たしてからの方が良いでしょう。はい、この先に浮遊生物がいます、そこで空腹を満たしてください。はい、私はこの先で待っています。キヨさん後で話があります。しゃっくり怒られる。あーでも出たよ、満腹度があって。満腹度は徐々に減っていくと、ゼロになるとスタミナとかも遅くなって、はい、満腹とか肉を食べると回復する。ダッシュってのがあるんだね。シフトでダッシュ。ビュー。あ、攻撃なんだ。ほうほう。ほうほう。もうやめろ。なるほどね。ちょっと裏の考えあんのよ、この。この顔文字のやつは。操作独特。あ、でもなんかいる。微生物いるわ。あー、なんだこれ。ミジンコみたいなのが。ミジンコいるね。あ、冬にいる。何いるんだろ、俺らよりでかくないこいつは。まだでかいね。あ、ダメージ与えた。お、倒した。あ、倒したら肉のやつを。これおお、操作激ムズだよね。激ムズ、ね、この何これ、左右上がるとかさ、これは難しい。体当たり。あ、もうダッシュで体当たり。てかシフトをしながらだと体当たり状態になるみたいな感じ。なるね。あ、なるほどなるほど、そういうあれか。うわ、これむず、絶対これむずいね、絶対伝わらない操作の難しさあるよね。はい、難しいです、むずいね、これは難しいです。なんだこれ、いけ、よし、でも食べちゃえ、よいしょ、よし、あーでも満腹度が減る、やばい、経験値30。あ、なんか昔のガンダムの操作みたい、これ。あー、こんな感じなんだ、うん、これだった、うん。え、このお母さんみたいなやつとはもう喋れないの。あ、お母さんとこ行って、お母さんとこもう一回喋れるよ、はい、いや、お母さんかわかんないけど、お母さん、お母さんなのそいつ、うん、お母さん、空腹は満たせましたか、みんな食ってる、大丈夫、はい、それでは早速ですが、全然食ってない、お伝えしたいことがあります。何でしょう。今あなたの属する種族は絶滅の危機に瀕しています。そんな、そうなんだ、酒場バスピスか、ね、バスピス。そしてあなたはこの種族の中でも特別な存在。やっぱり、そうだ、やっぱ俺たちで特別なんだよ。気になるな。気になるわ。あなたの行動次第では絶滅の運命を変えることができるかもしれません。はい、それはとてもキヨさん。止まんない、無視してよ、止まんないから。絶滅しますか。仕方ないじゃん。いや、気になる、だってこっちも。それはとても困難で険しい道ですが、可能性はゼロではありません。こっちも気にしたくて気になっちゃうわけじゃないんだから。
まずはこの先の海域を渡る穴から、ね、あなたの里にもいつまで喋ってんだお前ら全然喋ってる。続きはそちらでお話しますだって、はあはい、海域を渡る穴があるらしい。あそこ行こうじゃん、里ちっちゃ。でももっともっと食べたいけどな。まああっちはもっといっぱいいんじゃない。お腹すいたよ。死ぬ前に行くぜ。もあいつ死んじゃうからな。海域に、あ海域に移動した。ほう、お海域、あほんとだ、行くぜ。里、里里来ました。じゃあまたお母様のとこに行けばいいのかな。はい、組まなくていいの。もう喋ってるわ。あなたには特別な力があるとお伝えしましたが、今はまだ非力な状態です。ほう、弱いんだな、はい。しかしあなたは海を漂う浮遊生物から得られる肉を食べることで急速な進化が可能なのです。はい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 。肉には空腹を満たす効果だけでなく進化情報が含まれてます、うん、DNA みたいな。取ってたなそれ。EP を集めてそこにあるクリスタルに触れてみてください。新たな力を得ることができるでしょう。はい、はい、そしてクリスタルには傷を癒す力あります。だ死にそうになったらクリスタルに触れるんだ。ああなるほどね。あれね、まずは里にいる浮遊生物の肉を食べたり里の仲間の話を聞くというでしょう。ガチンが言ってる。なるほどね。うわあ結構必要。マジで、うん、あーすげえ。うわーなんか進化すごい。おなじみの、出たおなじみおなじみのやつ出た。燃える体いいなー、かっこいいなー。じゃあもっと食わなきゃダメってことか。焦げつけ。そうだね。でも頭とかもいろいろあるよ。顎、みんなそれぞれオリジナルの進化遂げようよ。いいよ。確かに攻撃力、ダッシュ速度とか上げたさはあるのかな。里の仲間いる、話しかけられる。本当に里の仲間。うん、あれお前なんかさっき話して出たろ一瞬。里の仲間、あいるな。あこのピンクバスピスいるよ。ちょっと話します。ピスミ、俺今ピスミと、ピスミと話しかけてる。あピスミって何。ピスミは俺のだからねえ、私の弟見なかった。別にいいけど今朝から見てないんだけど、どこに行っちゃったのかな。これピスミ、まさかあそこの穴から外の海域に出て行ったりしないとは思うけど。いいよ。ああ行く、行けんだ。嫌な予感がするんだよね。冬生物食っちゃおうっと。食ってる。これはまあとりあえず進化するでいいかな。まずとりあえずね、なんか喋れそう。そうね、霧を操作無人だよな。むずいね。むずい、めっちゃむずいと思う。むちんだよ。むちん。なんだこれ、操作性難しい。これ操作がむずいよね。めちゃくちゃむずい。難しい。よし、ま、マウスのドラッグ、クリックドラッグで上がって。そう。これ逆になり、うん。それぞれ違うのかな、見えてるミジンコ。あ、違うかも。これはいつもと同じで違うかも。ね、なんか取り合いにならないようにかな。そういうこと。うん。進化できそう。取り合いになることはないと。え、もう進化できるの。うん、170溜まった。すごいよ。ガチさん、俺らが一緒に話聞いてる時やってたな。一緒に話聞いてなかったな、ガチさん。そんなことないよ。でも俺も100ぐらいにはなったぞ。え、早くね。これどの進化でもいいのね。いいですよ。じゃあどうしようかな。なんかこいつ死んでるな。なんかこいつバグって食らわなくなってるわ。もう150溜めたら行こうかな、とりあえず。まずこのピスミは攻撃できないのかな。あ、里の仲間他にもいるじゃん。俺のって言ってたのに。攻撃しようとしてる。あ、キリオいるよ、キリオ。キリオいるよ。よう、今日も元気そうだな。そういえば今日の朝早くにそこの海峡を渡る穴を誰か入っていったような気がするんだけど、気のせいじゃないよな。海峡あるんだな、今。なんだこれ。俺も進化だ。どうする。どうしようね。ね。でもなんかまずスピード欲しいけどな。そう、遅いからな。ねえ、遅いね。早いな。よし、溜まった。まだ80よ、俺は。よし、あっちだ。どこでもいいか。ウィー。あー、でもちょっと慣れてきたな。ね、ちょっと慣れてきた。どうしようかな。150で何いや、あのね、もっと180くらい必要なやつもあったよね、攻撃力上げるやつ。そう、高い、もっと一番安いのは50。もうちょっと貯めるか。どれになりたいかだよな。何しようか、攻撃力上げたいな、俺は。みんな見た目買ったら俺に店に来てよ。はいはい、了解。了解。まだ変えてないんだ。
まだ変えてない、結局悩んでる。暗闇人口、お前らなんかタメ癖あるからさ。あります、タメ癖はあります。どんどん変えてった方がさ、やっぱ動画的にはいいわけよ。そうなんですね、変えてくださいよ。最後の最後まで使わなかったしな、さっきも。お前さっきもね、さっきのは違う、邪魔されたの。さっきのそう、ぼかし男がいたんだよ。最初から言ってた。ぼかし男なんかいねえだろ。いたんだって。よし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 、お前10ずつ入るのか。俺は100た、もう200まで200貯めたぜ。おいよ、今音中断させたわ。気にしなくていいって言ってんじゃん。なんか新しいの出てる、燃えるから。うわ、これ欲しい、欲しい。これそんないいのあんの？欲しい、もう進化したよ。貯めたくなっちゃう。貯めるな。え、何燃えるからだって。燃えるからだ、欲しい。そんないいの？あれはあれ貯めるだけじゃダメなのか。でもロックみたいになってたから。あ、あるんだね、なんかね、それには条件があるんだ。ね、燃える体欲しいよね。欲しい。おい、誰もなんで進化してないんだよ。欲張らず進化しとけ。いや、俺ちょっとだけ進化してるよ。あ、見せてくださいよ、ちょっと。俺ね、体細くなってますから、ちょっと。いや、わかんない。見て。え？両サイドに溶けつきました。あ、ほんとだ。あー、これは今、リーダーだね、俺たちの中で。でしょ？いやいや、俺も細くなってますから。キヨ君リーダーだわ。いや、じゃあ見て、はい、俺も体細くなってますから。なんか、あんた細くなってる。体細くなってますから。なんか、雑魚がなんか俺に寄ってきてんな、まさに。あんた体細くなってますから。ギターサムレ出てくる。いらん。あー、細い体は移動速度が軽い。早くなる。移動速度欲しいじゃん。欲しいね、確かにそれは。確かに。え、でもこれ2つとか取れる？いや、1個なんだ。え、携帯変わらないの？その。ね、細い体失うって他のやつ取ろうとしたら。あ、ダメなんだ。同時に取ろうとしたら。あ、でも進化部位、そっか、進化部位、あれだ、1箇所につき1つって感じなのか。なるほど。頭とか体とかね。そっかそっかそっか。他にもいろいろあるわ。じゃあ俺これだ、見よう。いや、俺が今リーダーかも。どれ、見て、これこの俺の尾ひれ。俺の尾ひれ見て、俺の尾ひれ。俺も見てくださいよ、ほら。え、何それ。いい感じのトサカついてるでしょ。うっし、細い。細いでしょ。細い細い上に弱いよ。いや、トサカついてんだぞ、こんなもう。そんな、まあまあ、これもうモテるオスの条件だ、自然界では。あ、なんかちょっと細いね、ちょっとな。立派な角の存在はもうモテるオスの条件だから、自然界において。やっぱ体でかくないとさ、モテないわけよ、この世界では。鹿とかもそうなんだから。揉めるな、ちょっとな。揉めるな。よいしょ。そう、お前キリオか。キリオに体当たりしようとしたのが。これもう強いやついねえのか。あ、もっと強いやつ求めてる。すげえ。攻撃力上がったかな。銃じゃねえやつよ。確かに。え、攻撃力でもさ、上がったらあのミジンコ一発で倒せたりすんの？一撃です。お、すげえ。それは攻撃力結構いるかもな。ねえ、二発体当たりしないといけないもんね、俺ら今。ちょっとそれはリーダーかもしれん。そうだよ、強いわ。だからもう僕はガンガン溜まってますよ。今キヨ君が新しい実況のリーダーだわ。見て、新しい実況のリーダーズ。俺の美しい体を見て。え、ガサもまさか。見て、俺子供、大きな進化を遂げちゃった。ガッチンどこだ。ほら、ガッチンいた。ガチ気持ち悪い。ガチ気持ち悪い。ガッチンなんか寄生虫みたいな。ガチ疲れてる。ベース疲れてる。ガチサンシャインみたいになってるけど。ガッチン体が。ガッチン。ガッチン。なんで。美しいね、エビフライみたいになってるのに。キモいな。いやだ、いやだ、シャンクス。悪口シャンクス。悪口シャンクス。ちょっと攻撃力いいね、確かに。確かに攻撃力必要だね。攻撃力他のパーツでもいいから欲しくなってきたな。でも体細いからな、俺。わあ、230の攻撃力かっこいいよ。そこまでやるの大変だな。あ、いや、銃しかもらえないんじゃな。もっと強いやついないのかな。次のとこに行けば変わんのかな。あるかね。確かに別の海域行ったらもっと経験値もらえるやつが現れるのかな。でも体力があるぐらいだからさ、別の海域だと俺やられる可能性も出てくるわけよ。確かに、ね、こいつらは攻撃してこないけど、うん、
してくるやつがいるかもしれない。そしたら全部タンブルウィードも失うとかあったから。あったっけ。あったあった。死んで。そうだっけ。それは困るな。あったんじゃなかった、うん、なんかやられていたような気がしない。あったっけ。よいしょよいしょ。まあとりあえず攻撃力上げていくか。うん、いいな このゲーム。こういうの面白いんだよな。こういうのな、無限に無限にやっちゃうよ。いいよね。夏のつけよう俺。攻撃力ね。攻撃力欲しいね。大変だわもうこれ。これいつ次の海域に行くっていう決断を下すんだろうね。そうね。俺らの中で勝手に行けんのかな。もう行けると思う。行けると思う。弟探してきてって言ってたし。確かにピスミがね。ピスオかなやっぱ。弟？普通に考えたらそうじゃない。理想かな。理想だと思うよ。よし、だいぶ倒せるようになってきたな。一発ですかもう。いや、一発、あ、でも二発で倒せるか。二発はちょっとそんな強くないもんな。もう今最大ヒットポイントとかそういうのに興味全くないもんね。全くない。食らわないからな。スピードとパワーにしか興味がない。で。角つけとくか。うわぁ、かわいい角。角かわいいぞ。やっぱ角だよね、角だよね。角かわいい。よし、いいぞ。よし、もういいぞ。じゃあちょっと俺強化するから次の海域行っていいっすか、そろそろ。行きましょうか。ちょっとあそこの前に並んでもらっていい？みんなの姿をちょっと、はい、あ、みんな変わってるから行け。溜めとこ。そうね、並んでもろって。あいつ溜め癖あるな。溜めたぜ。よし、何するつもりだ。どこにいんだよさ。あのやっぱ一発で倒せると気持ちいいな。はい、こっちです。皆さん来てください。あ、はい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 。誰が一番いいか。ガッチンは、まあ、俺だろうな。ガッチンは角と背中、あの尾びれと鎧っていうか鱗ですね。なんかでかいな、ガッチさん。あ、でかいかもしれない。あれ、いや、でかいか俺。あれ、でかかったっけ。でかいくない。牛がちっちゃいだっけ。いや、そんなことない。牛がちっちゃい、細い。まあ俺、細いからね、うん。なんか記憶、何その背中の。なんかえ、何それ。背中、なんか背中っていうか、あれか、お腹のお腹の、なんか バンパーみたいなついてる。バンパーついてんじゃん。いいじゃん。なんだろう、なんかちょっとな、ね、なんか爪です。爪つけてます。俺でも、あれし、頭のやつかっこいいでしょ、このモヒカン。モヒカンいけてるね。モヒカンいけてるでしょ。モヒカンいけてる。いけてる。ウシはちょっとあれだな、スマートだね。スマートだね、スマートで角もついてて、うん、なんかキヨ君はちょっとなんかよくわからないな。ほら、戦おうや。やろうや、やろうや。ガシさんはちょっと気持ち悪いね。俺勝てぞ、俺は。いや、硬そうだな。次の会計、ここなのかな。これなんか弟がいるって言ってたよ、こっちは。こっち行きますか。行ってみる。言ってましたな。どうも。金塊。おお、シャンクスじゃん。金塊の主。金塊の主いるね。俺らが金塊の主になるまでなのかも。腕取られちゃうかもしんないな。取っちゃうね。え、どこ向かえばいいのこれ。あ、なんか目の前になんかいるぞ。こいつなんかシャーク、シャークだ。でっかく、でっかいた、いた、殴られた。痛い、やばい、やばい、死ぬ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 、金塊の主だ。え、帰りたいんですけど。僕は一回帰りたい。うわー、食われる。怖い。みんな逃げて。あのクリスタルお母さんどこにいんの？クリスタルお母さん。もうここはどうなんだろう。いんのかな。クリスタマン。待って待って待って、これ食えば回復する？回復しない。あ、どうだろう。え、回復は確か、ね、なんだっけ、何かクリスタルまでか。何かに触れたらみたいな。クリスタルがない？ある？ね、いないな、これ。え、どこクリスタル？あそこにしかいないのか。死ぬ死ぬ死ぬ。どうせあんなやつ倒せないんだったら、でしかもこいつしかいないしね。なんかここ別にそうだな。で、弟探したんじゃない？そうだよね。死ぬ。殺される。やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。何やってんだあいつは。これ弟探しなのか。弟探しでしょ。探そう探そう。弟。ああ、やべ、死ぬ。ちょっと一回帰ります。俺も帰りたい。こう、あれじゃないの。でも海藻の中とかに紛れてたら、いや、見えないな。俺は帰るぞ。ちょっと一回 HP を回復しなきゃ死ぬ。あの、どうやって回復するんだ HP まず。あ、お前まさか。あ、見つけてる。あ、そうか、このクリスタル触れば HP が。そうそう、砂糖のクリスタルだね。
埋まってる埋まってる埋まってる弟発見、ね、確かに今いやいるいやあいつは俺進めていいのか俺たちこれダメよ進めちゃうちょっと待っといていやいや俺は弟を助けようとしてますえこれ共通なのかなガスさんダメージ受けてる感じになってるあの砂山、うん、なってないと思うあ弟じゃあ別に共通いやサメだあっちにいんのかちょっと俺も行くからえじゃあもうやっちゃおういやでも一緒に共有しようよお話をえ来てる来てる来てるだってサメやられる何これどこにいんのそもそもああこれこれこれあーちょっと話しかけておしょぼ攻撃力かおしょぼ助けたい顔してるおしょぼいんのよ誰どうしてここにいるのもしかしてそこを探しに来てくれサメ来てサメ来てサメやごめん体の大きい怖いやつが大量の砂を僕にかけてきて砂に埋まって動けなくなっちゃったんだ動けなくなっちゃった砂かけるみたいなしょぼい攻撃するんだなここにいると危ないから早く里に戻った方がいいですそれもしかして特別な EP もらえるのかなもらえるかも助けよう俺もそっち行こうなんかハートあるなこのハート何え俺が死んだからかななんかある取ったら20回復したやった死んだんかお前黙って死ぬの黙って俺が死んだからフシが死んだとこのおかげで回復できたわ回復できたわよかった、力になれたなれたガシもここで死んでくれないえ俺も回復しちゃったサメ対策でさよし助けたおしょぼ助かったあんなにたくさんの砂をどかしちゃうなんてすごいやあ、ゆっくり、うおー、サメおしょぼが今、サメに食われたありがとう、だってあー、助けたよかったねじゃあ、助けなきゃこれで戻ればいいのかいそういうことだね俺、これ、それぞれ助けてないんだよね別々だよね別々だと思う俺とガシさん助けたのかな、ね、うん、助けたどこにいたのすぐそこ砂山、うん、なんか止まったな、あいつうん一回じゃあ、里に帰りゃいいのかな帰ろう、帰ろうここの砂にいんの？あ、いた。砂にいる。なんかウッシーが喋らないな。え？いや、俺は砂をポコポコやってるよ。あ、ポコポコしてます。そう。あー、よかった。でもまた死にそうにもなってるよ。これ、報告すればいいね。さっき待たなきゃいけたんだよな。そう。いや、話してる途中で待ってくれりゃよかったね。話しながら。なるほどね。無敵なのか、話し中は。無敵だったからさ。よし、じゃあちょっとこっちの海域で待ってるから待てよ戻ってきたら出遅れたわあ、やばいやばいレベルアップして待ってよ、はい、よしサメマジで強いからさ、はい、いや、一発で倒せるなったのでけえな楽だよな、これ楽よし、帰れこれが一番効率的にはいい方法じゃあな なんか特別な EP もらえたのいや何にももらってない、うん、相手を助ける意味はなかったよストーリー上のよし、うん、おしょぼおしょぼ行ってこいおしょぼかわいいなしょぼよしをつけてやれしょぼしょぼはよくかわいそうだよしょぼしょぼ変えてやるなよおちょぼで、これでもピスミに感謝されたりするんじゃないなんか言われるけど戻ってきたじゃあしゃべるはい、持ってきはい、持ってきよ言われるなんもねえな一瞬で終わったな、ピスミとの会話おしょぼは言ってるよさっきはありがとうねおしょぼ帰ってきた兄貴は僕の英雄だよでもちょっと顔曇ったままだなあ、これから兄貴って呼ばせて呼ぶなどうしてあんなとこにいたのかひどいなさ、最近里のみんながお腹空かせてるでしょストーリーあんな里の海域の浮遊生物が減ってきちゃってるから、うんうん、何か食べられるものがないか探しに行ってたんだっておしょぼえらいよ優しいやつだ里の役に立ちたかったんだけど逆に迷惑かけちゃったごめんねでも身の程は負けまいてほしかった迷惑になってたから迷惑ねそうなのあんま良くないよそういうの俺を危険な目に遭わせたわけだからなそうだね確かに結局言い訳言ってるだけだから、ね、反省してもらわないと、ね、反省しとけよあ二度と里から出んななんかピスミがなんか怖いこと言ってる二度と里から出れると思うな俺は里で生まれ里で死んでいくそれが一族の定め嫌なこと言ってる捕食者が近くにいたんでしょまさかここまで来たりはしないわよねなんか嫌なこと言うな嫌なこと言ってる来るのかな、うん、来るのかな里の教えに基づきお前は俺と結婚するそんな教えあんな嫌な里の風習ピスミ
体力って回復する方法あんの？あのクリスタルに話しかけ る, かける。ああ、なるほどね。クリスタルおばさんね。そうそうそう。クリスタルおばさんに。おばさんってか、あのクリスタルレベルアップのやつ、レベルアップのやつ。あーあー、おばさんじゃなくて、うん、あれね、クリスレベルアップの方か。あ、レベルアップおばさんの方。レベルアップおばさん、ね。おばさんの。結局おばさんの。全然生きてないだろ、レベルアップのやつは。あ、もう一回話せる。あ、おしぼから聞いたよって。ああ、なるほど。あ、同じことだな。こっから逆に言えばサメを倒すってことなの？え、あ、そういうこと？嘘？これでこの状態で？そんなにレベルもっと上限までいかないよね。きちいきちい。各部1個しかいけないし。そう。他の海域ないの？え、だってあったよね、今なんか4つぐらい。あった。そもそもあったね。これ以上強くなれるよ。コツコツ10ポイントじゃな。いやー、きついね。なんかまた別のイベントで他のとこ行けるようになったり。ああ、他のやつに話しかければいいんじゃん。なんかある？見てみようか。ちょっと俺もレベルを上げようかな。してみっか。今んとこまだ金塊しかないな。キリオも褒めるだけ。なんか何人かいるよね。しかない。で、こいつがなんだっけ？こいつなんだっけ？あれ？ああ、ショコか。あ、佐藤、佐藤さがいる。どこに？一番端っこ。ああ、佐藤さんはいたな。あれ、こんな人いたか。おしょぼの話聞こうって言われた。あ、なんか言ってる。様子見てくれ。お主がおしょぼを助けてくれたそうじゃな。ありがとう。かわいい。救出後もあるんだ。あ、来たよ。喋ってきた。お里の会は近くの会域まで。おしょぼお前どこ行くんだ、バカだよ。何が、何があった、何があった、何があったんだ。黙って佐藤いろ。何があった、おしょぼに。ここもいつまでも平和なままたいかんじゃろう。またまた俺のおしょぼはいるよ、ここに。忘れるとこじゃった。いかねえって。おしょぼ舐めちゃいかんぞ。俺らと約束したじゃん。あそこのクリスタルの付近が何が光ってる。何も分かっちゃいねえ。クリスタルの付近が光ってる。里出るなって言ったよな。なんかこれ喋りかけてくる。またあれが、あれ母がいるけど。あ、でもクリスタルまだ進化の力は活用しています。本当におしょぼとこも行かないな。進化の力に加えて佐藤さんにもう一回話しかけた方が良かったのか。体を進化させている状態で初めて進化の記憶を定着させることができる。記憶を定着させると進化の状態に応じて永続的にあなたの能力が向上します。あ、戻さずにそのままの力があるってことだ。え、戻してもいいってこと？対価を恐れる必要はありません。じゃあ何言ってるか分かんねえな。戻してもいいってことだと思う。対価しまくった方がいいってこと？別の取っても消えないってことなんじゃない、能力は。そうだよ、進化の記憶。あ、そういうこと。見た目は変わるけど、うん、一回あげたものは現在の進化を記憶でいいのか。あ、体が進化してません。全部進化させてってことかな。そのちょっと待ってね。そういうこと。そしたら次に行くってこと？クリスタル、クリスタル。例えば前はあったよね、一回全部ゼロにすると強くなるみたいな。あったな、そういえば。そういうことなのか。今回は。あー、はい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 。なるほど。とりあえず全部の体とかを一回パーツ作ればいいんだ。作ったらってことなのかな。かな。ちょっとわかんないけど。10ずつ集めるのしんど。ね。これ他は？まだだよな。あれ、これ以上話しないよね、おばさん。え、お前のそのあいつがいなくなったってのは何なの？ねえ、俺もそれなってないんだよ。え、嘘でしょ。俺のしょ、いやいやいや、俺のおしょぼは約束守ってるよ、ちゃんと。本当だよ、お前のおしょぼだけだろ。今なんて言ってんの？なんか兄貴って呼ばせての話のままだよ。そうだよね。うん、そうだね。え、お前のおしょぼだけなんでそんな、あいついねえけども、なんでそんなことすんの？本当だよ。おしょぼはね、小さい頃から里のみんなに可愛がれて育ったから恩返しがしたいんだって。進化。え、村長に話しかけた？進化の話しかけたよ。お前嘘ついてんだろ。おしょぼ。え、俺おしょぼじゃねえわ。悪口みたいに言うな、おしょぼ。この村長に話しかけた後、おしょぼもういないよ。おしょぼ話しかけたら。いるだろ、おしょぼそこに。ちょっと全員には、あ、ちょっと待ってよ。全員に話しかけたら、あれ、おしょぼの話を聞こうになったぞ。え？え、いや、でもまさか、でも、俺のおしょぼはそんなことしないよな。おら、氷河の海域にたくさん冬生物がいるんだって。うわ、次だ。なるほど、なるほど。おしょぼいない。おしょぼ、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 違う、お前、約束を違えるな。おしょぼ違うだろ。約束しただろうが。あ、言った、ほんと言った言った、おしょぼ。やっぱそうなんだよ。嘘つくな。なるほど。約束、たがやがった。まあ、里の全員と話しかけなきゃいけなかった、ね。そうみたいなね。俺のおしょぼはいかねえよ。
他の魚たちが話してるの聞いたんだけどね、氷河の海域には特殊浮遊生物がいるでも俺ら行かないから、それ も, それも行くから、行かないから、もう行くよ、もうその話したら考えててもしょうがないし、とりあえず氷河の海域おしょぼ行くな、おしょぼおしょぼ おしょぼ何も反省してないんだから、おしょぼ何も反省してないよこいつ、何やってんだよ行くな、おしょぼは乗るな、おしょぼ乗るな乗るな、あれガチさんがすっぱだかになった、これ進化の記録やったら本当巣に戻っちゃうのか、能力は体力とか減った、減ってます、あ、いやどうだろう減ってちゃダメだろう、あ、でもなんか永続的に移動速度2プラスだって、出た、やっぱその永続を増やしてくる、あー攻撃力なくなった、あーやっぱどれかが増えるだけなんだ、あその進化のしたいものによるのかな、残るのはなんか、うん、そうだね、な何かの組み合わせで、そういうことなんだ、何か永続するみたいな感じ、やべ、移動速度なくなったら攻撃力なかったらえぐい、攻撃力は確かにないとダメだな、確かにすぐ上げたいよ ね、困っちゃうよ、氷河行ってからでよかったらしいかな、攻撃力だけ上げてこう、ガシさん、氷河行くよ、イベントもう氷河行くよ、ガシさん、あ、じゃあ氷河行くかじゃあ、おしょぼ、またおしょぼ見つけてこなきゃいけないでしょ、そういうことだね、貸してくれよ、昭和の氷河行くか、貯めてあるんだよポイント、全員で協力できないからなそうね、氷河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 、スーパーマンなんかスーパーマン被ってんだけど、お前ら同じのを被ってんなこいつら被ってんだよ、はい、大体何それ、てかほぼ被ってるあれなんか仲間いるな、サイズ感違えな、でもサイズ感違えな、お前おしょぼじゃねえか、おしょぼいるな、お前おしょぼかい、来てくれたんだ、心強いやおしょぼ帰れ今すぐ、なんか今襲われたぞ、砂山を崩せばまた捕食者いるらしいよ、ねえまた捕食者を避けながら、あ来てやる、ドリルみたいなやつ、やばいやばい、ドリルイカ、ドリルイカドリルイカいる、でかドリチンイカ野郎来てる、なんかこれボス戦の音楽なってない、そういやなってるよ、ボス戦ボス、うわドリチンイカ野郎いいんだって、行きます、ドリチンいるね、なんかすっげえ音楽鳴ってる、なんかいやーイカー違う餌ないの、いやあるよ、ヒョウがあのなんかチンポみたいなやつ浮いてんだけど、チンポみたいなやついるね、はいはい、それ倒せるね、どれそれも一緒、うわイカすごいイカすごい、いやーちょっとイカすごいイカすごいイカすごい、ね、すごい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 、一発じゃ倒せない、ちょっと助けて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 、助けて、どうなってるどうなってる、うわいやイカ倒せないし、イカ倒せないでしょ、イカ倒せないでしょ、厳しいだろうね、ちょっと待って、俺イカにグリグリされてたけど、ずっとだまあ砂山崩すんだよね、頑張って、そうだね、どうすればいいのこれ、俺もだいぶ頑張んなきゃダメだけどな、いって一生割れてんだ、ガッチンが、俺どうすればいいのこれ、チャンスか、ガッチンがずっと、え、俺動けなかった、終わりながら俺らの方に来てる、え、なんかね、先っぽに刺さってて、もう動けなかったんだけど、ね、刺さってる、ガッチンがずっと何が起きてんの、ずっと刺さってる、何が起きてどうすればいいのこれ、俺ガイさん刺さってるな、どうすればいいの、ずっと刺さってんだよな、俺とスーパーマンは今がチャンスだと思ってるもん、明らかにチャンスだな、めちゃくちゃやってるもん今、うん、完全に俺に構わず行け終わったすごい早っ、早いね、俺一生イカに、俺も刺さる、危ない危ない危ない、一生イカから抜けられないんだけどこれ、やったー俺も終わったから、ガイさん大丈夫、もう多分ここの微生物1回は倒した方がいいよ、なんか、あ、本当だ、なんか DNA がどうのこうの言ってたから、なんかスタック回、あ、じゃ回避っていうのがあるわ、確かにここのやつちょっと違うんだな、あ、そうそうそう、これ牛がずっとチンコってたの、あ、そう、チンポチンポ、それそれか、確かに、うん、すごい EP 高いんだな、思ってるよりそうだなそうでしょ、うん、本当合ってたわ、本当だ、一部が判明したらしい、おー、あ、14、そんな、ちょっと多いね、2匹で3匹分になるのか、もう帰っていいかな、でもまあでも2発かかるって考えたら、そう、時間かかるね、うん、ガッチンを差し置いて俺も終わらせてしまったが、ガッチン大丈夫、砂崩しよう、ガッチン申し訳ないけどガッチン大丈夫か、大丈夫ガッチンは一応進化してるもんね、大丈夫です。あ、やばい、死ぬ！やばい、死ぬ、死ぬ前に戦えろ。なんか、スタック回避っていうのを選べば、一応大丈夫、抜け出せる。抜け出せるんだ。あ、なるほど、なるほど。一回。なんか、ハマり状態だったのか、本当に。そう、完全に慌てた。
とりあえずみんな褒めてくれるわ。おいおい、お前またやってくれたんだって、冬生物だらけだぜ、これで満腹食べられる、最高、よかったな、キリオ。確かにこっちの海域に ポンチいるわ。あ、本当だ、ポンチいる、うん、増えたんだな。冬生物が中に里に流れてきたよ。なるほどね、やっぱすごいや、ういう僕の兄貴は僕の英雄だけど、今里の英雄だね。あ、みんな褒めてくれるじゃん。お主か、どうやらお主のおかげで里が救われたようじゃな。里の海域に冬生物がどんどん流れてきてよ。おしゃぼ、お前もう行くなよ。おしゃぼ、もう出んだよ、里。もう行くなよ。約束な。おしょぼ、その話してるな。おい、おしょぼやめろ、おしょぼ行けちゃえ、またかい、またかい、俺のおしょぼまだいるから。やっぱり悔しいよ、じゃねえよ。水温が高くなって、確かに俺のおしょぼもなんか話したそうにしてんな。せっかく兄貴返してくれたのにさ、うん、悔しいよ、悔しい。おしょぼ、おしょぼ行くな。ちょっと僕、原因を探してくる。待って待って、おしょぼ、おしょぼ行くな。止まれ、乗るな、おしょぼ、おしょぼ、おしょぼ、約束しただろう、しょぼ。あいつ本当に。ちょっと行かずにここでちょっと一回やるか。なんか増えたし、東さんも当たらなきゃ。ちょっとそうね、進化しよった。そうね。次の段階へ。俺らもどうしたらいいんだろうな。進化のあれやった後、攻撃力から上げた方が良さそうだな。そうね、これすげえ時間かかるわ。攻撃力って大事なんだね。大事。ちゃんとあれやった方がいいんだよね、リセットっていうか。リセットはした方がいいんだろうね、最終的にはね。もっと強くなるためにはそうだもんね。うん、なんか上がってきたもん、なんだっけ。あ、でもなんか進化、あー、なるほど、うん、じゃあちょっともうやっちゃおう。おしょぼ倒したらなんか経験値入んねえかな。ある程度、貯めたから。よいしょ。進化の記憶、どれだ、何ができんだ。現在の進化を記憶する。そう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 、これか。あ、本当だ、この速度なんだな、最初は。もう確定なんだ、それ。うん、多分最初はそうなのかも。弱くなんのやだな。現在疾風のバスピスの状態ですって言われてる。バスピス、あー、俺もやっちゃおうかな。実行、ロックかかってんのは何だ、分からん。あ、なんかね、なんだろうな、進化の記憶して生まれ変わった時に、うん、その時の状態によって解放されるものが違うんだよ、はいはい、これ移動速度じゃなくて新しい背びらが解放された。あ、そうなんだ。本の場合、そうそうそう、進化状態によって変わる。現在の進化の記憶を記憶する。今俺しぶといバスピスだったみたい。最大ヒットポイントが12上がります。だって俺疾風のバスピスだったから。じゃあスピードか、なるほど。でこれで初期化すると。どうして。いや、でもさすがにそうだよな、この裸の状態で行くのは無謀だから。無謀だね。え、何かあげた方がいいね。初期と変わらんもんな。どうして。また捕食しまくるしかないのか。おっせー、移動速度か。いやー、こいつよりミジンコのが嬉しいけどな、なんなら。そうね、チンポマン倒すのにもう3発必要だもんね、攻撃力上げないと。そっか、じゃあ次攻撃特化とかにして永続に攻撃をパワーアップさせるとかもありか。そうだね。なるほどね。よいしょ、はいはい、攻撃力は確かに欲しいな。ちょっと距離いるのめんどくさいな。イカ邪魔だからな、向こうはな。そう、あいつがね、ガイさんなんて連れてかれるからな。そう、そうなんだよ。でも早いのか、あっちの方が。あ、でも経験値16、ちょっと 1上がったな、俺。ちょっと上がってるね、その。確かに、もらえる経験値がね、上がるね。これなんか前もそうだったな、なんかね、ダンブルウィードとかもそうだったな。ダンブルウィードシステムは同じだ。はいはい、黄緑システムだ。黄緑システム、黄緑さんが開発したね、黄緑ソフト。そう、ちゃんと今回ストーリーあるね。そうね、前もストーリーも一応、ね、前もあるかあったもん、ね、あった。宇宙を救ったんだから、まあ、救ったのか、あれは。そうだよ、地球が爆発してたんだ、なんか、ね、タンブルウィードが救ったんだな。
そう、そういうストーリーだったね。これなんかコツコツやっちゃう、ずっとコツコツやっちゃう、本当に前もそうだったもんな。前もタンブルウィードで駆け回ってたもんね、ひたすら。なんかストーリー進めず、とりあえずここでパワーアップさせたいって気持ちの方が強いんだよな、このゲームは。でも新しいとこ行って探した方が経験値高いんだよね、多分ね。でも単純に今行くのちょっと無謀なんだよな、俺も進化したくないから。今やめた方がいい、いかに殺されるよ、行ったらやられちゃうだろうしな。タイミングってのがあるかも。はい、でもこれパワーアップしたらパワーアップしたでさ、またちょっと初期化したくなっちゃうんだよな、うん、なっちゃう、ね、そうだね、さらにそうね。よし、攻撃力だ なまずは。はい、攻撃力結構たまるな、簡単にね。うん、いい。第2形態、2進化目というか、この形態がみんなそれぞれ強くなったら次のとこ行きますか。はい、そうね、まだかかるけど、ちょっともうちょい溜めたいな。うん、まだまだかかるけど、2回行ってこよう。最低限にすら今なってないな。イカって攻撃できんだよね。ああ、どうだかな。いや、全然あのサメとかイカもいつか倒せるってこと。なんか俺体当たりしたけどさ、なんか打ち負けたというか、普通にこっちが食らっただけで終わっちゃった感じがした。あ、そうなんだ。いや、わかんないけど、普通にその前に初期者だからもう無理なのかな。いや、でもサメは倒したよな、最終的に。倒したいね。ちょっと俺今後のこの後のストーリーの予想していい？いいよ、聞きたい。これおしょぼが食われんだよ。おしょぼ、おしょぼ、やっぱ捕食者だから。で、みんなで倒そうって流れになるんじゃないかなと。あー、なるかな。なるほどね。いや、おしょぼ食われたら俺ら本気でぶち切れるわけじゃん。うわ、そりゃそうだよ。そうだよね。まあ確かに、黙ってらんねえよそんなのって。そう、倒したら口の中からちょっと溶けたおしょぼで。やだな兄貴、遅いよ。悲しいストーリーだ。で、キリオがな、うまくやってくれたようだな。うわ、嫌なやつ。この里は俺のもんだ。キリオ、まだ佐藤さんいるのに。よしよし、ちょっと200まで貯めようかな。これコツコツやったらまあたまるもんだね。そうね、まあね、ちょっとこれオリジナルだよ俺の。嘘、そう、この背びれ本当だ、すごい。見て、何それ、そんなのがあったの。俺はクリスタルみたいなやつ。これね、解放されたの俺、疾風のバスピスをやったことによって。あ、すげえ、なるほどね、すげえ。オリジナリティがある。西沢オリジナルじゃんそれ。羨ましい。そうです、そういうのが。そっか、出た。内沢オリジナルも出た。出た。いいなぁ、レトルトオリジナルも作りたいなぁ。レトルトオリジナルも出た。出た。作りてぇ。あ、溜まったか、ある程度。今確実にウッシーに負けてるわ。難しい。この背びれはちょっとね、いいもん解放したわ。解放できてないもんなぁ。これ400円するか。え、高え、高え。溜めたんだ、激高。それは俺出てないけどな。ああ、まあ進化だからね。その400のやつはなんで出たんだ。俺のやつだと出ないのか。あれでしょ、進化の。そうそう、疾風のバスピスの状態で、うん、進化するね、生まれ変わると。しぶといバスピスだと何か解禁されたのか。いや、だから移動速度とかのステータスが上がる時もあるし、うん、って感じ。技が解放される時もあるし。そうそうそう。でも400のやつ6個解除されたわけでしょ。俺それ解除されてないんだな、別に何も。そう、サーナーの方が多いと思うよ。そうだね、うん、なるほどね。単純にそういうことなんじゃない。たまたま俺の疾風のバスピスが解放されるやつ。何も解放されないやつもあるってことか。もちろん知っていただけでしょ、ね、多分。すごいな、まあ、疾風のバスピス、名前からしてかっこいいもんな。疾風のバスピスだからね。どれ、なんかできるかな。ちょっと移動スピードはでも1個は欲しいな。そうね、移動遅くなるとちょっとストレスあるな、ね、そうね。なんなら確かにこのまま強化して3周行かずに3周目もやりたいぐらいの感じなんだ。めっちゃ強くしちゃいたくなるもんね。そうな、強くなって。今これ攻撃力2個上げたら、この細いやつすら一発になったから、うん、あ、それはすごい。
それそう。あ、細いやついいな、一発。その状況を作りたいな、細いやつ一発。引き上げたいな。それいいよ。で行くときは HP とか欲しいって欲しいよね、向こうに行くときは。そうだね。そうだね。あのやっぱ必要だわ。捕食者怖いからな。そうなのよ。まだ誰も死んではいないんだもんな、一応。いや死んでたよ。俺は死にましたけど。俺も死んだよ、イカで。死んでんだ一回。あ、死んだ。あ、そっか。俺ら逃げ帰ったもんな、死にそうなって。俺らもうすぐ逃げ帰ったから。秒で。秒で逃げたから。なんか光ってる敵がいる。何これ。え、嘘。え、レア。なんか光ってる。海の光でしょ。経験値62だって。え、何それ。光ってる人がいた。そんなんいないです。いないです。いました。いました。だからなんか進化の記憶のとこ見て何を狙うか考えた方がいいかもしれないな。なるほど。たまに進化の記憶光ってるやつ欲しいな。あ、いるいる、光ったやつ。マジでそんなにいっぱい。ここに、あ、あのイカのところにいる。あ、違うエリアに行ってんの。うん、深海、あ、氷河。勝手なことしてんな。いやー、死んだ。でも、でも氷河はさっきのイカのとこでしょ。あ、そうだよ。分かってるけど、みんなここにいるもんだと思ってたから。あははは。でも死んだ。出稼ぎしてるじゃん。あ、死んだら経験でなくなっちゃうんだもんな。それ一点だったら取りに行こうかな。ひー、せっかく。いやでも危険だよ、死んでんだよ、ガイさん。死んだ。ガイさん、体力なんぼで死んだの。進化の記憶。10。あー、体力あるからな。体力少なすぎるな、俺。進化の記憶ってこれか。さっきの経験値落ちてないかな。でも分かんないんだもんな、進化の記憶見ても、そのちゃんとは載ってないんだよな。日本角とか解放させてよ。いしょ。確かになかなか難しいよね、新しいあれに解放すんの。俺避けらんねえ、避けらんねえ、くそ。つけれるのダメだねえ。あ、よっしゃ、細いやつもう一撃にできたぞ。細いやつを狩りまくるんだ。楽しいなこのゲーム。氷河行こっかな。今んとこノーカットだけど大丈夫ですかね。これノーカット。ノーカットです。ノーカットですけど。怖い。いや、ノーカットですけど楽しいし。楽しいし。いや、楽しいよ。楽しいし。非常に楽しいよ。作業だけど作業じゃないというか。よし。俺は氷河行くぞ。大丈夫か氷河。おい、イカがいるぞ。いい、大丈夫、行って。いや、いいよ、処方やめた方がいいんじゃない、行くの。俺は行くね。俺も行くぜ。いいや、俺行くね。ちょっとレベル上げてから行く。よいしょ。たまに金色に光ってるやつがいるんだけど、氷河、氷河、あ、そうか、金色に光ってるのは氷河にしかいないのか。いないと思う。どうせ帰りますって言うんでしょ、死にそうになって。そういうことね。帰ります。やばいやばいやばい、ヒック、やばいやばいやばいって。また出てるしゃくり。それはないな。いやー、いい。逃げたらお前のこともう本格的に処方って呼ばせてもらうから。あ、いいよ、うん、お処方じゃなくてね、うん、処方。お処方と処方ね。火山じゃなくて氷河までね、うん、はいはい。お処方の、お処方の弟子ね、お前。光ってる敵。なんかね、金色光ってる敵がいる。おしょぼ、おと兄貴って呼んでるやつ。おしょ、俺を兄貴って呼んでる。おしょぼを兄貴って呼んでるやつ。それがしょぼだね。光ってる黄色の敵。たまに今2匹ぐらいいた。そんなレア敵いんの。そしたらそいつが、あの、62持ってた俺の場合。62ってすごいな、うん、ね。そんな敵いねえわ。いるときといないときはいるかもしれない。そう、欲を書いて、欲を書いて死ぬんだろうな。よいしょ。イカ殺すか。イカ邪魔なんだよな。いや、やばい見た目になってきたな。こんなに攻撃力上げる必要ないんだけど、次の進化のときにオール攻撃力だったら絶対あると思うんだよな。あるかな。ないわけなくない？まあ、まあ、確かにね。まあね。光ってる敵いませんでした。あ、いない、いないこともあんだ。なんかあれかな。で、超レアなのか。でもガチャ2回見たんだもん。2回見た、同じエリアに。うん、すげえ。遠くからもわかるもんね、光ってる。あ、近近なんか輝いてる。はぐれメタルみたいなやついるんだ。でもさ、そいつがいないんだとしたら、もうここの方がいいもんな、圧倒的に。そうね。そうだね、死ぬ可能性もないし、ね、捕食者を気にしなくていい。そうなんだよね。いっぱいいるしな、こっちのエリア。絶対に。うん、撤退撤退してる処方ね。
いや、焦ってないから。停戦協定結んできたから。ドロップカード。イカと。よいしょ。どうする？もう行きますか？行きますかね。行きますか？とりあえず。エリア行ってみます？次の。まあ行けはしそうだもんな。ちょっとじゃあレベルだけ最後、うん。レベル最後上げて。俺も上げよう。あと今取ってないパーツは。俺もやべえよ。今。俺もやべえ。やべえよ。俺今の俺やべえ本当に。いやもう触れるものすべて傷つけちゃうかも俺。攻撃特化じゃん。見て見てこの。どういうこと？いやお前らも俺これやっちゃうかもこれ今の俺は。トゲトゲし。トゲ。下の口からもなんか生えてる。いやもうすごいよ俺。怖い。本当だ。一撃よ。すげえ。攻撃特化マンだ。そう攻撃力しかないからどうせ全員一撃なのに。まだどうせ一撃なのに。そうでも次のエリアで輝く可能性はある。確かに。よしこれでいきますか。おお。うち俺らおうちも強そう。強そうでしょ。羨ましい。俺もやってこよう。来てるな。何何何。かわいい。かわいいね。バスピス。バスピス。バスピス。あーこれもうマックスなのか。あーこれ日本ズノとかはまだできないんだね。よくしちゃおっかな。もうえ弱い状態で行こうとになるけど大丈夫。じゃあみんな次のエリア行こうって話してんのに。次のエリア行くぞ、はい、行きます。はい。よくしちゃおう。墓所を助けるんだから。そうだそうだ。あいつそうだ行ったままだもんな。いや火山行きます。火山ゴー。さあ火山はどうだ。あおーなんだここ。おしゃぼどこだ。なんかキラキラ光ってるやついる。あ、いるでしょ。嘘。絶対でもまたここも知らない捕食者がいる。なんだこいつ。とりあえず1体は倒しといた方がいいな。あ、倒した。なんだ、何ポイント。なんと110だ。キラキラ。あ、それでかいね。キラキラあったんだ。あったあった。キラキラが背負っていた。うわ、捕食者怖。うわでかいでかい。ザリガニだ。でか。ザリガニだ。俺は攻撃力しかねえからよ。ひどいこれ。ちょっと待って、おしょぼどこ行ったあいつ。おしょぼ探さなきゃな。そうだ、あ、おしょぼいるわ。でも近くに。死ぬ死ぬ。帰ります。ここだここだ。帰ります。帰った。おしょぼと話もせずに。いやおしょぼと話せないよ。ちょっと俺おしょぼに話しかけちゃったよ。いやいや。追っかけてくるよ。となるほど、火山が噴火したせいだと。はいはいはい、またこれタックル。もうやる必要ないんだもんな。これはタックルですね。いけいや、ザリガニちょっと殺意強いよ。まだ来たばっかりじゃないですか。ザリガニ行きたい。よくないですよ。どこ溶岩の。まあ、そもそもおしょぼどこにいんの。近くにいるよ、あの。あ、これか。あそこのゲートの。おしょぼお前殺されるだろ、そこにいたら。絶対よくないって。ごめんな。あ、ちょうど聞いて水温が上がってる原因分かったかも。火山が溶解、溶岩が流れてる。まずい。そいつすげえんだって攻撃力が。強いな。高いってマジで。体当たりで岩動かせ。あーくそ。ちょっと一回。俺移動スピードないんだって。あ、その岩か。はいはいはい、その岩ね。あ、わかりました。待って待って待って、これきついわ。どれこれ？溶岩の道を。この岩石をこう、うん、押すことでガンガン押してくる塞げという感じですね。ちょっとあのザリガニガチさんいいっすか。またまたヘイトをね、またヘイトを買ってもらって。またあれっすか。すごいこと言っていいですか。すごいこと言っていいですか今から。え、はい、何でしょう。俺も評価クリア、評価クリアしてなかった。すごいなそれは。そういえばやってなかった。あんなにあんなに空き時間あったのに忘れてました。やばい、俺あと一発やらんじゃん。ガシャにね、ガシャにやってもらってるからな。あの時イカに襲われてて何にもできん。ガシャがヨーガやる時は進化した俺らがあのザリガニを何とかするから。いや、あのザリガニエリアがちょっとやっぱむずいな。ね、海の木図になりました。なってる。やめて。木図になったらどうなんの。いや、
戻ってくるだけだね、うん、これってさ、なんだこの岩のこれといったペナルティ感じない岩のレベルみたいなのってさ、その体力ってどうなるんだろうね。何岩の体力死んだ時にさ、あー俺さっきは、あいや元に戻ってた、元に戻ってる、うん、おしゃぼの砂の時はじゃあ何回もうまいタイミングでやんなきゃいけないんだ。そうなのよ、ちゃんとかわさなきゃいけなかったり。岩どこにあるんだ。よし岩倒した、やるな。いや攻撃力特化だからだけど、攻撃力関係あんのかやっぱり。でも1ポイント1だからね今俺。すごっ、里に戻って確認しよう、確認しよう。岩ある、俺は終わった死んだあああ、でもいちいちおしょぼに話しかける必要あんのかよ。あー海の木造となった。そういうことそこまでやんの。そう、あーでもこれ死んだら確かにあれか。あ、でも姿は変わらないのか。あ、姿変わらない、何も変わらない、変わらない、何も変わらない。え、岩ってどこにあるの。あれ、EP も減らないの。岩ね、あの溶岩が光ってるところ。ただやり直しになるだけ。あ、そうなんだ、光ってるところの、あ、これか。あ、じゃあ、俺岩は壊したままなのかな、じゃあ、俺は多分いいな。まずい、うわー、こいつ、ちょ、おい、こいつすごいな、殺意、確かに。じゃあちょっと俺、進化、次の進化いきますね。はい、現在の進化を記録する。はい、期待。いやおいおいおい、これ、岩これだよね。それじゃと、いや、じゃ回避、回避不能。え、なんかタックルできねえんだけど、どういうこと。それじゃないんじゃない、じゃあ普通になんかデカめの岩だったよ、縦の。いやこれ無理だ。マジ俺の名前今殺意のバスピスだったわ。かっけえ、きたー。え、それちょっと特別なものもらえるかもな。もらえます、日本図のですねこれ。あ、いいなー。なんか鳴ってる、なんか来てると。なんか鳴ってるな、なんか聞いたことある、そのあ、無理だ、死にます、死にます。よいしょ、一回これで倒した扱い本当なってんのかな、そこだけ不安だな。殺意のバスピス、いいな。殺意のバスピス、マシいな。こうなったら、ウシも疾風じゃん。まあ俺も疾風経験者ですからね。俺のことは殺意って呼んで、ウシのことは疾風、疾風って呼ぼうかな。疾風、バーカッパズ殺意。おいよ疾風。ダサ。クソダサじゃねえか。かっけえ。おいしょぼう、お前は喋んな。おわ、悪口みたいに言うんだしょぼう。しかもおしょぼだ。お前は処方だから。これなんとかのバスピス、お処方より下だから、どこで変えればいいんだろう。じゃあ俺はお処方兄貴って言わなきゃ。そう、そういうことだよ。そう、そういうことだよ。お処方兄貴、お処方、お処方に切られんのやだな俺。お処方の兄貴、お処方兄貴って言わなきゃいや避けらんねえな。おい処方ついてこいよ。お処方に言われんだ。そう、通行ル以内に出ろっつったろって言われんねん。おしょぼり、トゲつくっつひどいな。トゲつくっ、でお前悔しいよって。ちょっと原因探してくる。しょぼしょぼ、ちょっと待って、強い強い、あのザリが。あいつ強いってまだ倒してないの。いや強い強い強い、全然倒せてない。いや、まあ、なんだったら何もしてない。何もしてないんだ。うん、攻撃力に、俺本当倒したことなってるのかちょっと不安だな。ちょっと待って、もうすぐ倒せるから。おしょぼ、おい、おしょぼ、まあ、俺はもう端っこの方でパンパンやってただけだよ。角、もうヒットポイントを無視して。 あ、光ザリガにいる、うん、羨ましい、倒したくなっちゃう。おしょぼ、おめえ忘れんねんか。じゃあ攻撃してくる。あれ、なんで忘れてんだよお前、話したこと。処方がなんか立場変わってるな。ねえ、下なのに、うん、言いつけてやろう。やべ、背びれのせいか。お処方の頭に言いつけてやろう。あいつ言ってましたよ。背びれ、ちょっと攻撃力上げたいな。これスタミナ上げた方がガンガン打てるってことなのか。それはあるかもね。スタミナありだね。そうね。あー、まただ。よし。よし。これ解禁して、押せ押せ押せ、解禁してしたやつって多分1個で3つ分の力ぐらいあるんだろうね、きっと。ね、うん、かなり強く感じたね。そういうことだよね、多分。うん。岩貫通してくんじゃん。
これ無理だね多分今の状態じゃマジかちょっと俺も強くなったらあいつを引きつけたいけどそうもうちょっとそうね今ちょっと戻っちゃってるから一旦強くなりましょう戻ってきてもいいっすよ岩貫通術やだなえちょっとこいつもうよし回帰入った途端に攻撃してくんじゃんうわそれやめよう敵が強すぎてなこいつ的うわほんと岩貫通貫通してくるよねああ岩挟めばいけっかなって思ったら岩貫通してくる全然いけなかったの俺その時みんな いたからかなそうねそうかもね一人になっちゃうと他に行ってたんだね可能性はある、ね、無理だねうわ死ぬまあ殺されはしたんだけど一回ハート取ろよしハート回復終われたらもう避けらんないもう避けらんない無理無理無理、うん、回避行動してもさハート一回取るしかなくないこれでもハート取ってるじゃんハートはあれじゃない人が死んだ後に出るやつでしょあ、そうなのこれそう、うん、人が死なないと出ないそうだから人が死んでる時は結構ラッキーなのいやー今どこだちゃんとあいつの位置確認する必要があるの帰ってきました新人なのかいやーやり直しだよだからねいや倒してきましたすごいやったなやってるじゃんまだ俺レッドさんに見せてやるかなまだストーリーは見てないけど強烈なのえあいつも何かあんのか黙っててもうあいつは処方じゃないのか俺たちの知ってる見ろよこれえ頭ついてるついてんなすごいのが何それすごいのついてるお前は何のバスビスだったんだよこれはイザナウ光そうイザナイのバスビスイザナイお前イザナイだったのかよイザナイだお前がイザナイだったのかいいな能力微生物が寄ってくるすごいイザナイそしてそいつらの獲得経験値アップイザナイすごい欲しいすげえイザヨイ名前間違ってるシップとんでもねえやつが出たようだなシップそうだなサツイあいつやべえよイザナイイザナイかガシさんは俺今まだ何もしてないガシさんあんなに進んでいたのに二代目処方処方になっちゃう誰かが処方になっちゃうのやだなよしあげるぜ私も今日本頭脳ですからねこっちはオリジナルだね、それはそうそう、レトロとオリジナル出た出たドラえもんバトル同盟レトロとオリジナルも出たイザヨイも出たイザナイだよ間違えてるイザヨイの方がかっこいいからな全部かっこいいねね、解明してほしいすごいちょっと上げなきゃなだって一回まっすぐタックルするだけで6匹で倒せるもんすごっすっげえ微生物が寄ってきてくれるからなんだそれすごすぎんなてかもあいつを突破できねえそうなのよないや俺これもう進化しちゃうかなるほどまあイザヨイと殺意がいればなんとかねできるけどねあいつらそうだねあイザヨイと殺意にこっちは誘うことができるからね光おさすが誘ってくるな殺意は多分殺しちゃうからねじゃあ俺もちょっと生まれ変わるけどちなみに私今ストリームバスピスの状態です何それストリームバスピスの状態でございますストリーマ何ストリーマストリーマストリーマやってんのストリーマバスピスですストリーマやってんの、はい、その通りすごやべよしイザナイ強すぎる強いなそれうわましいないいなそれそれ なんでなったのイザナイは何をあげてたん気持ち的にはなんかでもあれだったよたまたまいろいろとりあえずかぶんないように適当にやってたらだったねああじゃあたまたま枠かそうだねだって今さっき全部使ってゼロだったのにもう1700になってるすごいなえ1700? うんもうただ俺もみんなと一緒にうろうろしてただけなのにやばいなそれえ1700?すげえ。いい、やばすぎない。やばいね。リセットしたくない。1700だって17ぐらいしかもらえないわけじゃない、1回で。
いや、26もらえる。あ、増えてるから。そうそうか、上がってるからか。いざない状態で進化せずに貯めた後進化した方がいいかもな。そうだね。とんでもねえやつが出てきたな。溜まってくぜ。リーダーだ、実況の。新しい実況の、うん、リーダーズ。ストリーマーどうなった？ストリーマー、ストリーマーは今ちょっとね、進化の登録を、記憶をいろいろ登録しようかなって。ほう。例えばなんかもう一箇所、例えば細いからだとか取っただけで登録してもなんかはもらえるから、うん、あ、ぽいね。そう、なんか俺もそう思った。そういうことか。そう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 、フルセットにするよりもちょっとだけ進化させて登録させるっていうのも意味がある。なるほど。それだ。それがまだ未登録のやつであれば。さすが、確かに。さすがストリーマー、頭いいな。うわ、すげえ。ちゃんと分かってるな。ゲームへの理解が早い。やっぱいろんなゲームね、配信してるだけあるな。出た。関係ないとこにすぐバトルドームでねじ込んできた。ただゾイが綺麗。なるほどね。たまるぜ。じゃあ俺も次に行っちゃうか。現在の進化を記録、記憶、うん、俺は今、新速のバスピスやらせてもらってます。すげー。おー、新速かっけー。神よ。えい、新速で、これでちょっとやるだけでもいいってことか。そうね、別に全部つけなくていいってことなんだろうね。あ、でも尾びれ何かとかハテナって書いてあるやつは2個いるわけだよね。でもこれは、あ、そういうことだと思う。なるほど。あーあー、ハテナのやつは何か分かんないもんな。でも分かんないんだな。そうね。たまった、進化するかも。いいや、ありがとう。いざない。じゃあどうしよう。新速はでも、そうね、必ず。あー、なるほど。どうしよっかな。やったことないやつをやっていくか。あー、ダメだ、ないわ。すごい溜まった。いや、すごいよ。なにこれ。引く引く引くわ今ね。うん、3200。いや、やばいって。お前とりあえず教えてくれよ、俺にどうなったらやるか。いざなう光のやつ、誰だっけ。俺のこと処方って呼んでたの。ガチさんかな。俺じゃねえか。俺は言われてる側だ。兄貴何言ってんでやんすか。これでも条件わかんねえな。ちょっと教えてください、いざなう光。でも条件全部書いてあるんじゃないの。書いてない。そう、ハテナになってるから書いてないよ。あ、ハテナのやつって何でもいいとかではなく違うのか。あ、じゃないわ。うん、多分やってったら条件出るじゃない。そう、だから、うん、終われば条件が出るっぽい。なるほど。一回なったやつはなれる。ストリーマー、そう、ストリーマー。勘違いストリーマー。キュウさん教えてくださいよ。はい、ちょっと待って、戻るわ。お願いします。どうかっけ。すげえ。体、頭、顎が線だからなしで、はいはいはい、鋭い背びれ、鋭い尾びれだけで、うん、あー、鋭いシリーズだけで、その鋭い2つだけで、鋭いシリーズで、鋭いシリーズでいいんだ。あれも結構楽っすね。そうね、いいの発見しましたね。もうお前は用なしだ。反応いいな、あいつ。でもこの2個上げてもう進化しちゃっていいんだよね。そうだね。体がもう一度いざなっちゃう。すげえ。いざないは常に入れといた方がいいかもしれない。確かに、その止めのね、なるほど、上げ切っちゃうのもいいかもしれない。でこの2つで進化の記憶で素早いパスバスピス。おー、いざなう光ありがとう。はい、素晴らしい。なるほど。じゃあ本格的に用なしだ。あ、でも600いるんだね。600いんだね。あ、貸してくんねえか、キヨ。キヨの兄貴。
実況の兄貴実況の兄貴貸してくれよ。600?1 回で20か、4回目だもんな。進化しまくればいいのかな。そうね、進化しょぼいのでいいから繰り返し進化はありはありよな。確かに。 そうね、そしたら初期のやつがすごい増えるわけだから。そうそうそう、どうすりゃいいんだこれ効率よく。やばいやばいやばい、こういうゲームめちゃくちゃ面白い、ね、絶対やっちゃうじゃんこんな。超楽しいよ。しかもみんなでやってるからさ、みんなに負けないようにやりたくなるよ。そう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 張り合っちゃうからね。いいの見せつけたくなっちゃうからな。みんなに見せたいのよ。そっか、いざないやったらもう新しい進化見れないのか。あ、そういうのもあんの。あ、ありそう。いざないをもいざなっちゃうと、まあ、まあ変えりゃいいんだけどね。なるほど。いざないを捨てるってことね、最終的に。そうね。うん。あ、結局。わかんないやつわかんないからな、結局それが何になるか。わかん。うん。あ、ちょ、最終的にはいいの当てるかどうか運だったりするかも。だって今この補正以下すげえ上がるよ。なんかいざないがあれば。うん。キュウさん今なん、もうそれから離れられないでしょ、進化、なかなか。離れられません。そうだよな。うん。攻撃。とりあえず、もう入ってる。日本角といざなう光はあれなのか、一緒にならないのか。そう、やっぱ一個なんだね、完全に。うん、いいやつ、強い系は。うん、とりあえずこれ進化させたらそれなりに良くなったら討伐行く。さっきのやつ一応4人で行った方がいいでしょ。いや、そうね。じゃあイカ手伝って。あ、イカ、そう、イカ手伝。あ、確かに。あ、そのイカを手伝おうかな。あ、そっかそっか、イカももう、あ、俺もう行けるよ、イカ。待って、今俺戻っちゃって弱いから。ちょっとじゃあ HP だけ上げる。そう、それを手伝いに行って次の4つ目があっても出るってことだもんね。そうだね。そう、全部で4つだから、もしかしたらボス早いね、そしたらね。そう、なんかボス戦があるってのが書いてあったんだよ。で、ボス戦はみんなでできるらしい。あ、なるほど。それはいいな、うん、それやりたいよね。あ、じゃあイカダンブルイードの時も一緒にできるやつあったんだっけ。あった、あったような。一応決まった時さ、イカ行きます。あ、もう行く。ちょっと待って、今の俺 あまりにも遅いけど。あ、そっかはいはい、もうちょっと待ってね。はい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 、ウィー。あ、じゃあ、ガチさんと。いや、楽しいなぁ。いざないを捨てました。楽しい、楽しい。次の実況中もやっとこう。火山だよね。氷河、いや、氷河、俺まだ氷河終わってない。オッケー。あ、でも氷河ならいけるか。氷河行っちゃうか。イカだけです。氷河、氷河行ったらいいか。氷河でみんなが、じゃあ、ガチさんいるもん、氷河。あ、今行きます。じゃあ、氷河で行きます、まず。あれやってくれれば。うん、うろうろしてるだけでいいんでしょ。ちょっと、そう。下手したら死んだとしても、ハートを、ハートをね。そうだね。あぶね。話しかけるんだよね、一回。そう。へいへい。レアなやついる。あれか、レアなやつ。キラキラ光ってるね、明らかに。光ってるやついるでしょ。いた。ガシやってる今。今行く。今やってる。キュウ君がレアなやつやったらとんでもなくなってる。いや、でもね、俺イザナイ捨てたんだよ、俺も。あ、捨てたんだ。ちょっと行くか、ヒョウが。よいしょ。79だ。で、まあできればイカを引きつけるといいわけだね。引きつけてるよ。あ、来た、イカ来た、イカ来た。行って。あ、ほんとだ。ちょ、来い。ちょ、来い。なんかボスの姿は同じってことだよな、この見た目。その、そうだね。これは一緒になってるってことだね。確かに、そうだね。これは同期するんだ。そうだね。だから、おい、こっちだぞ。来い来い。ガシさん、耐えたりしてる？してる。これでも、痛い！逆にこすな。硬いよ。なるほどね。硬いけど、まあひたすら やってただけ。あ、待ってください、そっち行った。そっち行ったぞ。え、避けられるかな。あ、でも大丈夫だ。やっといて。あ、ありがとう。おいしょー。あ、そっち行ったな。イカ今どこだ？あっちか。半分。安全な場所ねえかな。お、でも引きつけてる。おーおー、すごい、海面まで。ありがてえ。いいよ。あ、行ったな、そっち。いや、戻ってくるんじゃない？
なんか、うん、そっち行った。うん。いいね、いいね、いいね。いや、こっち来たな。怖え。大丈夫、大丈夫。怖え、怖え。一生遊んでるわ。火力欲しい。なんか、今、記憶を追いかける感じ。いてててててててマウシーか、あれ。あ、次になった。一発やられた。まだ俺らヒットポイントあるから。こっちよ。ありがとう。めっちゃ時間かかるね、これね。これかかるね。あ、そうね。あ、一回来た。来てるね。危ねえ、危ねえ、危ねえ。こっちだぞ。まあ、でもそっち狙われたらもうどうしようもないもんね、俺ら。結局、まあ、ね、運的なもんで分散させるしかないというか。これさ、一人じゃ無邪気。避けた。イカはなんかまだ避けれたんだよな、狙われても。イカ避けれるね。ぐいってね。あの角のやつ、もう避けれねえんだよな。ザリガニ、あのエビは。よし。そう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 。戻りましょう。オッケー、ありがとう。戻ります。エビは強いよね。火山の捕食者強いんだよ。確かに、あいつ強かったよな。火山どうする？岩石通過が本当やだ。ねえ。俺はもう、自分を捨ててやってギリって感じだったな。よいしょ、ちょっとオッケー。よいしょ、ちょっと。アキュー。バカし。よし、佐藤に帰ってきた。ちょっとストーリー進めてもらって、そのストーリーを。ちょっと火山なぁ、何でしょう、難しいんだよな火山。まあ4人で行ってちょっと引きつけるしかまあ道はないかな。ないかな。これいいな。もうひたすら連続で撃つみたいな。俺は攻撃力特化してたから良かったかも。え、レツさん日本図の教えて。日本図のはやっぱ避けらんねえな。日本図のは全部パワーだわ。あ、全部パワー。全部、トゲ付きの体、角、尖った顎、トゲ付き背びれ、力強い尾びれ、全部書いてあるから全部。ありがとうございます。全部いりますね。結構高いんだな、しかもそれ EP。 高いですよ、めっちゃ大変だったもん。火力か。いざない2期になりました。俺もいただいに気になるかな。寄ってきてるか。あーでも多いな、確かに多いよね。経験値が少なく、めちゃくちゃ多い。これで攻撃。あ、でも確かに寄ってきてる。すげえ、これいいね。いいよね。しばらくこれだな。あ、でもまあまあ貯めるのは結局時間はかかるか。攻撃力を上げて。すごっ、めっちゃ寄ってくる。あ、確かに寄ってくるね。すごいわこれ。へえ、面白。気づいたらもうめちゃくちゃいるもん周りに。でも火力必要だな。うん、火力今俺ないから。火力をちょっとあったらもう最高かもな。わあ、これ本当に寄ってくるね、面白。寄ってくるよね。すごいわこれ。ちょっと攻撃力を見て。ん、かっこよくない。もうなってる。こいつ経験値本当に持ってんだろうな。すぐになってるもん。これね、これがそうね。もう溜まってんだな、もう。あ、今何個あんの？それ使った上で。あと1000。すごっ。うわ、火山クリアしないとためらんないんだよな。いや待って、これすっごい寄ってきてるけど火力なさすぎ。あー、ダメか。溜まったらもう一回いざないしたいんだよ。いや、ちょっと頑張って避けたいんだけどな。マジできついな、避けれない。あー、やってんのか。きついきついきつい。やべえ、もうDNA だらけ、DNA だらけになってる。すごいねこれね、確かに。こんなに寄ってくるんだ。ね。餌だらけになっちゃってるもん、その。うん、これ一発で倒せなったらマジで強いから。火力マジ上げるか。攻撃力ちょっと上げて、最終的に変えりゃいいから。うわあ、これがあいつの見てた世界か。いたー。ナイスナイスナイス。すいません、私も行きました。はい、帰ります。
まだストーリーは読んでないから俺らも。体力2。あ、こっち来たか、こっち来たか、こっち来たか、こっちも出た。いけるんだよなこれ。セミで木図になりましたけど。いけてるよね。え、俺もいけてるよね。俺もいけてるのかな。ちょっと待って、俺ちゃんと確認。まだ俺も見てないんだよね。ちょっとじいちゃんに話してみるか。ピスミとおしょぼから聞いたぞい。ああ、あれ、ザリガニこっちに来てんだったらクリアしてるっしょ。ザリガニ、確かに。ザリガニって何、あの、なんだろうな、ちっちゃいガニ。来てない。いい、ん、ちっちゃいガニって、イカとあれしかいないよね。あ、でも水温戻ったって言ってるわ。おしょぼ、火山の微生物。さっきなんか火山にもうおしょぼいねえな。あれ、おしょぼ、あ、おしょぼお前何買ってる。あ、でもおしょぼ帰ってきてるってことは、ね、勝手に帰ってきてやがるこいつ。すげえ普通に。やったーじゃねえ。やったー、水温が戻った。あ、やったー、すいません、クリアできましたよ。俺もできてました。俺も死んだからな最後。よいしょ、なるほど、ありがとう。カシさん行くとき教えてよ。あー、カシさん行くときは俺も行くわ。ただ4人行けば、あのエビみたいなやついねえんだよな、うん、こっち。いや俺もいないのよそれは。カニって言ってるのそれ。もう行きますか、あの DNA マン。あ、そう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 、ピスミ、あいついないんだ。里救ってくれたんだね。じゃあちょっと行きます。行きますか。はい、行きます。行きます、行きます。 OK、 追いかけるわ。体力増やしてみるわ。増やしてみたわ。体力はあってもいいよね、うん、今おしょぼの話をここにまたなったな。よまたかあいつ。母さんどうだった、俺初めて行くんだけど。何がそんなにきついんだ。あ、荷物届いてんな。はい、よし。え、行っていいの。もうガチさん、まず行ってる。近くのおしょぼに話しかけて。ガチさんははい、行ってんだね。な、何これ。こいつは DNA。 こいつ、はい、こいつまだいないんだよな、あの普通の海域に。 いないよね。いないいない。ウシいるの、エビ。あ、でもエビ来てないわ、俺の方も。でしょ、こいつはいない、うん、確かに。で、ガシさん、奥の火山のなんか近くにある石だね。これだね、了解。そう、いてぇ。あ、岩貫通ってそういうことか。そういうこと。痛い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 。そうそうそう、死ぬ死ぬ死ぬ。後ろ側にいてもダメってことだね。一回帰ろう。俺もちょっと帰るかい。すぐ戻ってくるから俺もちょっと進化とかした直後になっちゃったから、またじゃあ、ほんと俺がオッケー、いや、俺も行く。俺も行くから、俺も行くから。ガシさん、ごめん、行った。こっち来い、ガシさん、気をつけて。見えない、見えない、これは見えない。よし、引きつけろ、引きつけろ。確かに見えないわ、これ。見えないよね。どこだ、上にいようか。あ、いたいたいた。上にいるか。ガシさんより手前にいる。あー、こっち来い、こっち来い、こっち来い。そっち行ったぞー。あっちだー。見えない、見えない、ね、ここ、俺ら先に死ねればいいんだけどな。そうね、こう壁になって立ちはだかるしかない。光ってるやついる、気になる。くそ、ここにいればさすがにガチさんより先にこっちを襲う。あ、こっちだぞ、こっち来た。よし、いいよ、よし、この岩に挟まって。でも引きつけると言ってもたまたま来るしかないんだよな、これ。そうだよね、そうね。だからちょっと遠くにいて時間稼ぐのがいいよね。だからガチさんよりも手前、そっち行ったぞ。避けれるか、頑張れ。あ、引き返してくれた。 あ、引き返してくれた。おー、よかった。ぶつけといて、ぶつけといて。はい、こっちだ。来てるか、こっち来い。そっち行ったぞ。あ、こっちか、こっち来たぞ。そっち行ったぞ。俺だ。どっちだ。あ、違う違う、オッケーオッケー、いいいい。この距離で引きつけるのは悪くない。こっち来い、こっち来い、こっち来い。強すぎるな。通過して、こいつを倒せる日が来んのかな。ねえねえ、あれ、そっち行ったか、そっち行ったか。戻ってこい。抜いた。あ、引き返した、引き返した、引き返した。ナイス、いいね、いいね。やっぱ人数いなきゃ無理なんだな。ちょっと遠すぎて厳しいね、だいぶ強くならないと。よし、こっちだ。あ、痛い。八。こいつの攻撃を。オッケー、終わった。ナイス。ありがてえ。これ避けらんねえよ、こんなの。避けらんないよ。避けらんねえよ。無理だわ。なんであんなに避けらんねえんだろ。行って、やべ、殺される。じゃもう帰ります。これ人数いなきゃ無理だよ。蹴ります。本当は金のエビと強っ。いいな、金エビ。あれどこだ、帰るとか。あそこか。よし。じゃあ帰ってストーリー進めるか。はい、今の俺らだったら次も行けるかもしれない。次行けそうな気すんの、ね、よし、行け。 ありがてえ。オッケー。わ、経験値2000もある、すごい。エビがいない、すげえ。
して、あ、それこいつに話してないな。そう、また処方待ちになった。涼しくなってきたな。え、またお前が解決しちゃうって言うのかよ。すげえな、お前ってやつは。キリオなんか怪しくね。キリオなんなんだ。キリオのポジションよくわかんないんだよな。なんかライバル視してるわけでもない感じ。まあ、キリオは後々出てくんじゃない。キリオも何かするかな。あ、言っただか、また、うん、処方のやつまた迷惑かけやがってっつって。俺も行くからさ。あいつが処方になっちゃってる。あれ、次のやつ全員に話しかけても何もならん。あ、いや、行ったぞ。もなったなった、うん、あ、あったあったあった。いっぺんに聞かなきゃいけないな。実はちょっと気になってることがあって、深海の海域に来てくれないかな。みんなにはまだ話せなくて。行くなもう。行くな行くな。なんでみんなには話せなくてってなんだよ。うお、すごいことなって。先に行ってるね、じゃねえんだよ。そうだよ、一回回復しよう。よし、回復して餌食って、待って、みんなにまた俺も話しかけて、おしょぼの話を聞こう。もうやってんだよな、こいつ。よいしょ。あー、もう全部選択になってんだ。おしょぼ、おしょぼ、行くな、おしょぼ。おしょぼ、待て。いや、すごい、次のあれか分かんないな。たまり具合、えぐ。あー、今、ちょうちんバスピスの状態なんだ。で、このまま行くと獲得経験値がその後2倍になるんだって。プラス100ね。すごい、これすごいね。すごいね、それすごいよね。行くとき教えて。行くとき教えてね。お前の動画だけどな。そっちに合わせるけど、こっちは教えてね。いつでも、お前が合わせる側なんで、いつでも行けるから。こっちが合わせんのよ。レベル上げちゃおっかな。進化ですか。はい、まあ、進化してもすぐに強くなれるからな。もう EP 溜まったから。そう、溜まったからすごい。確かに上げられるわ。なんであのカニみたいなやつは現れねえんだよ。そう、ただで、あいつな、高かったのに。あいつ倒せたら楽よ。あいつで稼がせてほしいのに。でもかといってあいつのいるとこだと嫌だもんな。あのあれはきついな、ね、あれがいるとこで戦うのはちょっと微妙な、ね、やつが出てくるから。ソチンを消さなきゃいけないんだよね。そうね、ソチンのやつも持ってんだったら消さなきゃいけない。あ、いいじゃん、永久 HP12 アップ。それも強そうだよな、ね、いいよな。体力多い方がいいかな。12アップずっと、ね、何もしなくてももう12上がった状態で始まる。めちゃくちゃ強いじゃん。それ欲しい。そういうのないと逆にボス倒せない可能性はある。倒せない ね、 そうね。いや、きついね、やっぱりさっきの。さっきみたいな、さっきみたいなやつを倒すってことだもんな、多分。そうだね、絶対募集をすごいこと言うでしょ、深海の。墓所、墓所、とんでもないこと言ってくると思うけど。墓所みたいな。墓所。そうね。ね、嫌なこと言うよな。僕たちはずっと捕食者でいられちゃダメだと思うんだみたいなさ。勝手なこと言いやがるでしょ、きっと。言うかも。言いやがるかもしれないわ。うん、確かにこの体力12欲しいな。きた。最近キリオの様子がおかしいんだ。来た来た来た。よし、来たー。なんだ、陸上。やばいって。何、どうした。やばい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 。なんかもうまがまがしい、まがまがしいよ。なんだあれ、これは来てんな。いや、俺に近づくだけでダメージ食らうぜ、お前ら。それ燃える体ですか。やっときました、燃える体。俺も解放はしたんだよな。すげえ。すげえ。高いからな。すげえ。燃える体の効果は何なんですか。近くにいるだけで相手にダメージを与える。すごいかも。うろうろしてるだけでいいのか。これはちょうちんと、ちょうちんと一緒にできるんでしょ、しかも。できるできる。あ、そうだね。じゃあちょうちんで寄ってきたやつを焼き尽くすわけか。相性いいね。でも体力12とどっち先に取ろうかなっていう。体力12って相当いいよ。ね。稼いで稼いで。ちょっといいな、本当に。これで稼ぎ切ったわ。俺も3000あるから一回ちょっと。なんか今どっかの加湿器が切れた感じの音したな。あ、うちです。なくなっちゃった。はい。牛から教えてもらった加湿器。あ、そう、うちもその音すんのよ。牛に教えてもらった家電ばっかだよな、なんか。俺ら。俺らね。なんか多いんだよな。考えろ。
自分で、あといい楽なんだもん。楽なんですね、レビュー、ね、そうそうそう、生の声は楽ですからね。人のレビューね、人のいいレビュー楽だから。そうそう、お掃除も楽だし。そうなんですね、大事だからね。よし、進化するか。よし、移動速度上げて、いざない解除しなきゃいけないからね、新しいのが。攻撃力上げて、何がいいかな。いざない解除、結局新しいのとしたら提灯のままですがいいですかみたいな。ああ、そういうことね。うん、俺も提灯ファイヤーしようかな。提灯ファイヤー、提灯ファイヤーどう。提灯ファイヤーのね、上がり方えぐい、すごいんだ提灯ファイヤー。だそこに、もしかしたらそこにいるだけでいいんじゃない、放置でさ。まあでもダメージは2だから、ちょっとダッシュしながらぐるぐる回っとけば。なるほど。さっきだってもう800ぐらいにやったんだけどさ、体が6000になりますよ。やば。あ、提灯ファイヤー熱いな。確かにこれ提灯ファイヤーに強っ。すごいな。放置狩りできる勢いだな。できるかもね、置いといたら。あ、やろうと思えば。これでもタンブルよりもなんかやりごたえあるというか、やりやすいね。なんかそうね、タンブルは結構結構やんなきゃいけないもんな。おしょぼ待ってんのかな今。おしょぼ待ってるだろうね。もう食われたんじゃないか深海に。兄貴遅いなって。あいつしかも堂々とした位置で待ってんだよな。そうなんだ、身隠したりしてないのよ。命知らずなのよ。あそこ生き残れるって相当だもんな。そう、恐怖という感情がないんだよ。せいだな。ね、ちょうどいいね、なんか。なんだろう、この、ね、かなり具合。おお。よし、みんななったな。みんな燃えてんな。オリジナリティはゼロになったな。そうね。なんかネトゲで結局みんな同じ装備つけてるみたいな。そういう現象になりつつありますね。ね、モンハンでみんな同じの使ってるみたいなの。そうなっちゃう。見た目装備欲しいもん。テンプレ装備みたいな。見た目装備欲しい。見た目だけ変えたい。見た目装備実績やるべきだわ。もっと強い状態になれるからな。じゃあこの後ちょっと深海行きますよ皆さん。いつまでやってるか。深海か、確かにね。おしょぼが待ってるからな。オッケー。待ちますよ。キヨさんオッケーだと言ってください。なかなかこの黄色の経験値取れないんだよな。いっぱいあるんだ。いっぱい転がってんだけど。そう、そうなんだよね。これ今日ギュイーンってこうさ、集めてくれたらいいのにな。なんか吸うやつ欲しいよね。吸ってほしいこれ。マジで。もう完全に経験値用装備みたいな。行く？いや、全然、どっちでもいいよ、行きますよ。この姿で行ってみるか。お前ら燃えてる状態で行くのか。一回ね。ああ、いやいやいや、燃えてますけど。いや、俺たちはこれに。うん、俺ら雑魚戦なんだけどさ。これもう雑魚狩り用だな。雑魚狩り装備だから。深海も雑魚だろ、行くぞ。はい。オッケー、狩り場用装備。死んでも大丈夫だからね、このゲーム。そうだね、深海移動。移動。ラストの場所の可能性あるから。深海。あ、どこだ。おしゃぼろから、あ、いた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 、すぐいる、すぐいる、危ないとこに。うわ、なんか怖い、怖いのいる、怖いのいる、怖いのいる、怖い、でかい。兄貴来てくれてありがとう。いえいえ、これラストか。近海で捕捉者に会ってから、うわ怖い。他の捕捉者も里の方怖いの。怖い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 な。ずっとこの辺いない、なんか。この近くに今まで。何？こいつだろ。また岩かい。大きな岩でなんとか道を防げない？危ねえ。いや、お前も手伝え。どこ行く？クリオネみたいなのおる。こっちこっちでいいよ。やばい、なんか本当にやばいね。いやー持ってかれたー。しろ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 。でもこのクリオネ一回倒しときたいな。そうね、確かにね。いや硬い。あ、ちょ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 、ま、嘘だろ、怖っ。112、すごっ。え、待って、硬いこれ。岩どこだよ。いや、これ、いやー、あー、やばい、無理。ちょっとこう撤退か撤退か、無理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 、クリクリ、無理クリクリ、無理クリクリ、ああ一撃で死んだ。即死だ。ごめん、こ怖すぎる、怖すぎる。こいつ隅っこに入ってんの受けんな。死んだ。
これ体力無理じゃない即死だぜ。俺ツーパンで死ぬ、ツーパンで死ぬ。いや死ぬよ。俺もワンパンだ。海のちょっと海のモグズさ俺のことさ。ちょっともう一回回復しに行って、ちょっとこれさすがにこの装備まずいな。本当にやばいな。なんか体力上げなきゃ無理じゃない？体力はいるかもね。一回体力作るか、体力のやつを。俺は勝つぞ。すごいこと言ってんな、あいつ。あいつ頑張ってる。あいつ頑張ってるぞ。行ったー！すごっ！すごっ！よく行けんな。すごっ！あとはもう死んでいい。行ったの？よく行けたな。なんかね、なんだろう。痺れる顎持ってるから、あいつが痺れて動かなくなる。あ、そんなのあんだ。なんだあいつ。え、これ死んだけど大丈夫なんだよね。待って、能力身代わりとかもあんの？いやー、即死だ。すごいな、あんな。子供を産むって書いてあるよ。よかった。へー。本当にすごいな。え、いる？あ、いた。ダメだ、即死しちゃう。いた。消防。ヒットポイントが。ちょっと待って、どういう進化を。くそ。一回この燃えるバスピスやって、で、一回やろう。大きな体、石頭、鎧の顎ね。トゲ付きの体。このちょっと上げていく作業すごい好き。ね。こういうの好き。鎧の体を次は。体力12。きた。獲得。すごして、でどうしこれで進化最力最2にして、大きな体も取る。でこれで進化で大きな体もゲット。ちょっといろ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 取ってこう。で細い体。もう強化していってるね俺ら。強化していってる。あいつを倒すために。ボス戦もあるかもしれないか。これで速度アップ。結果出さなきゃ。締めたいな。そうね。まだ締めれないからな。でもみんながしびれる顎とか持ってたらさ、もう拘束し放題なんじゃないの？可能性あるかな。どうだろうね。わかんない。しびれる顎がどんくらい効くのかまだ。だからキヨさんしびれる顎持ってるから俺らが。とついてる間にしびれさせてくれたら、はいはい、多分かなり楽にいける、はい、俺らもしびれ、ね、近づかれたらしびれれるし、全然いけるよ。そしたらいけるよな確実に、その後ボス戦があったとしてもしびれる顎を連打してさ、4人のしびれる顎でしびれる顎は ね捕食者に効く唯一の技って感じだからね。そうそう、それを試してみたいんだよ。大きな体、移動速度速や、速くなってこんなに強くなってたのか俺。石頭鎧気づく。俺こんなに強くなってたのか。速や。修行パートが終わった後みたいになってるよ。俺は捕食者を超えてしまったかもしれません。トランクス。それは強くなってないの。鎧。処方とかそういう状態になってほしいな。僕は兄貴を超えちゃったかもしれません。ボコボコにされんの、はいはい、されんだろうね。ボコボコよきっと。しぶとい。よし、しびれ顎をつけて、もうみんな行くよ。持ってないよ、持ってないよ。持ってないっすか。あ、持ってないっすか。まあまあまあ、投げればいい。なくてもいいっすよ。あれ、ほんと、しびれるはどこで出るんだっけ。しびれる結構めんどくさいね。あら、しびれる大変っす。しびれる普通に強い体で大丈夫っすよ。あ、まあまあ時間ないからいいか。で、しびはい、うわ、これもう強いぞ。答えみたいな装備になっちゃった。答え来た。答えだね。しびれる顎は体当たりで捕食者はできる。よいしょ。まあしびれる顎ありゃね。ね。まあ俺もまあ俺も答えかなこれ。答え出た？とりあえずやれるものにしてきました。いや頭舐めてる。
頭ちょっと舐めてる。提灯つけるな。いざなうな。いざ。いやいいけど。なんでここまで来てちょっと舐めてなんだよ。冗談じゃん。いやいやそんな言わんだっていいだろ。あでもほぼ同じだね。もう答えだ、これ答えでしょ。これ答えなんで、ね、答え答え答えいきます。じゃあ火山からそうです。火山2本ずつので、OK、行きましょう。深海でしょ。深海でしょ。深海か。深海深海行きます。行くぞ。聞くかなシグレラアゴ、あいつに、はい、あのバケモンに。で一回おしょぼに話しかける必要あるんだよね最初。あそうかそうか、エリア移動したらそうだった。いやしょっけい。とりあえず石のとこまで近づいていいね。よし。そうだね。怖い怖い怖い。でもね、なんかね、あのね、30秒あんだよね。30秒30秒で1回使える。リチャージが、あ、ほんとだほんとだ、そういうもの、わそういう存在なんだ。やばい、しびれるアゴって。あ、1回帰らなくていいか、ちょっと一発食らっちゃうんだ。すぐ帰ろうとすんな、あいつ。いや、俺もう3回連続食らったのよ。あ俺も2発食らったけど、あ、しびれてる。でもすごいすごい。でもしびれさせたから。光ってんのいる。今のうちに、俺も体力あるから、俺も盾になれるよ。盾になりたいけど、俺は今体力終わってますね。俺も8しかないですから。遊びますこいつと。なんか おいで、そっち行ったぞ。こっち来た。こっち来た。こっち来たぞ。死んだ。死んだぞ。死んだかい。死んだな。俺のハートすぐに取るなよ。大事な時に使えよ。牛取っていいよ俺大丈夫だから。あ、嘘。牛、いいの？牛俺のハート、うん、俺は体力満タンだから。え、どこだ？裏側多分。あ、裏側か。岩にありますので。はい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 。俺がこいつタックルする。大事に使う。あれ？ビリビリさせてます。ナイス。あれ？あった。ここか。いけた。ビリビリさせてますよ今。ナイスです。ありがとう。ナイスです。そのハート俺も取れんのかな？取ろうと。こっち来い。こっち来い。行くぞ。で回復したし、俺も今しびれがチャージしてるから、仮に来ても差し違えられるはず。動き止めれる。どこにいる？とりあえず募集落とし。おい邪魔すんな。行ったぞ。こっち来た。こっち来た。来たけど大丈夫、いけるぞ。タックル暗い。あ、そっち行った。行ってるね。あ、いて俺食らった。あ、でも俺終わるかも。大丈夫、行け日本角は。暗い、タックルだ俺や。ナイス、行け。いたー、しびれてます。ナイス、オッケー。俺もしびれさせられるわ。じゃあすごい、いけるもんだね。おい動けよ、しびれさせてやるよ俺が。頼んだぜ頼んだぜ。しゃあ、もうハートは取った。あ、でもそっち行ったか。もうないと思う。よし、うん、よし、しびれてる、させた。ナイス、こっち来いよ。オッケー、こっちも終わった。おい、こっち来いよ。しかしこいつ怖いな見た目。オッケー、終わった終わった。俺も終わった。終わった。今俺やってる。だから俺もターゲットを取れば。おい、てめえこの野郎クソ。よっしゃ、オッケー、死んだ。かっこいい。木屑となった。俺のしびれも食らうか、おい。あいつ意外としびれてくれるよね。ね、長いね。はい、俺も終わった。やった。終わったんじゃない？終わった。ほら。ナイス。しびれ、しびれてやがんぜ。強い。しびれ強いよね。強い。強いな。こいつの、こいつ怖っ。よし。さて、帰ろう。帰りますかと。お話し進めますか。行きましょうか。よしよし。いやもう負けるわけないな。おしょぼ、はい、てめえ何しれっと帰ってきてんだよ。ごめんなさい、いつもよ。え、里への道を塞いでくれたの。この里も安心だね。ああ終わりか。終わりか。はい、これもうクリアになっちゃうじゃん。おい村長、え、これ終わった本当に。ね、え、終わり。え、でもピスニーはまだ不穏なこと言ってるよ。嘘、里長も不穏なこと言ってた今で、キリオはずっとよいしょしてくる。キリオお前、あー、なんか動いた動いた動いた。あ、まだ、なにこれ。ええ、敵来る？何？何？何この道？いや、全員に話しかけたの。やばいやばい、なんか起きてるって。やばい、ボスか。ボスかな。ボスだな。ボス、ボス、里のみんなの話を聞こう。また地震だったんだ。すごい地震だったな。やばい、大変なことになったぞ。あ、おしょぼの心配してる、ね、お前らも行けよ。お前らもつけろつーの。おしょぼ
確かに。お前らもやれ。兄貴、僕すごく嫌な予感がするよ。兄貴がいれば大丈夫だよね。こいつは一向に角つけねえな。本当だよ、おしまいじゃ。あの先にはダンクル・オステウスがいるらしいぞ。おしまいじゃ。なんだそいつ。佐藤さん曰く、なんだダンクル・オステウスがいいんだよ。ダンクル・オステウスってあの？あのだよ。どのだ。行くぞみんな、このまま行こう。このままでいいの？行ける行ける。いいですか？いいよ。ダンクル・オステウスなど。答え装備出てるからな。答えだから。まあまあまあ。うん。今もう答え出てる。つけててもいいぐらいだよ。確かに。行くぞみんな。来てるか。行きます。なんかうち一目で低いけど気になるな。あ、減ってる。すげえ。すごい。半分食らってました。ダッシュ。はい。ダッシュします。ヒットボルト半分でラスボス挑むな。ささん。なんか他につけれるもんないかな。いやもう他はもう答えだ。もうこれ答えだから。これ答えだ。そうね。うん。もうこれでいけるわ。いいよ。よし、ゴー。来ました。行きます。行くぞ。お、この先からマーチプレイヤーモード。やる必要ないと思って。移動しちゃった移動しちゃった移動しちゃった。ダンクル・オステウス。ダンクル・オステウス。みんないないのか。ダンクル・オステウス。みんないる。え、岩？岩やんな。また岩押すの。岩どこ？岩どこ？もうやだ。岩って上の？これ？この縦の長いやつだ。あ、縦の長いやつか。貫通タイプ。あれ、あ、そっか、しびれまだチャージもしてないのか。あ、これ撤退か撤退か。これダメですかね。死にます。撤退だ。これ無理じゃないですかね。死にました。あー撤退だ。強い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 って。いやー、これ無理じゃないか、これ。なんだお前。絶対無理じゃん。いや、今言うな。絶対無理だよ。おい、4人でやる予定だったじゃん。確かにね。1人じゃ無理じゃん。話が違えよ。時間稼ぎできねえじゃんか。おいおいおい、俺たちの強み奪うんじゃねえよ。話が違いますよ。いや、これ無理じゃん。いてててて。いや、これ無理だよな。これ無理だな。だいぶ厳しいね。厳しい厳しい。買わせないもん、まず。いや、もう体力持たない。体力の問題じゃねえよこれ。てかそうそう、かわせんのか、あいつの攻撃。かわせない、かわせない。岩貫通タイプだし死んだ。正直結局今まで他のやつがやってる間に体当たりしまくるっていうね。そうね。そうね。それだけで身代わりとかいいんじゃないの。身代わりスキル、あー、あったね。あー、子供稚魚を産むってやつ。そう、なんか、あ、なんか1、なんか100消費してみたいな。捕食者の気をそらすって。あれプラスしびれでもう拘束し続けてやるみたいな。なるほど、はいはい、そういうことになってきそうだな。悔しいよ兄貴。あれ俺悔しいよ。しょぼ見えない。バスピース。めちゃくちゃかぶっちゃった。あれから1週間後です。あ、続けてる。はい、そうですね、はい、1週間経ちました。ちょっとラスボス戦は1人でしかできないので、はいはいはい、ちょっと私極めてきたので、はい、みんなでラスボス戦だけ見て終わろうかなと。はい、はい、なるほど。ほうほうほう、任すとけって。全部取ったってこと。任す、取ってる取ってる。完全体だ。はい、つけてんのが、まあ、まずん？どれつけてんだ？大きな体だね。真ん中のやつだね。選択中になってる。そうね、大きな体に2本つの攻撃力上げつつ、はいはいはい、で、このしびれる顎っていうのでラスボスに体当たりしたも大事だよね。体当たりするのも、はいはい、なるほどね。で、強力な背びれで攻撃力と移動速度上げつつ、はいはいはい、後から追加されたパーツだね、この辺は。そうだね、すげえ強いもんな。全部綺麗になってる。完璧。あとあれあるよね、身代わりみたいなの出すやつ。そうだね、あるある。あ、身代わりがどれだ、はい、ここの装備じゃなくて、そこじゃなくて多分、あ、もう持ってんのか。もう持ってる。
げえいいピーポー。あらあらあら、そう、条件の難しい。全部取ったので。あ、行ってね、行ってね、全部。で、これ R 押すと、ほら、卵。はい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 。で、多分捕食者はこれ狙ってくれと。これがおとりになってくれんだ。いくらだよね。そうそうそう、いくらなんだよね。いくらです。まあもう大丈夫でしょ。確実だ、これは勝てるじゃない。これは勝てるね。さすがに勝てるね。ただ1週間経ってなんか操作方法不安になってます今。行くよ。ここだね、はい、ここなんか割れて出てきたんだよ、はいはいはい、でもエンディングはやっぱ気になってるもんね、みんな。みんなそうね、もちろんね。ダンクルオス・テウス、これ多分深海魚みたいなやつ。すごい。よしよしよし、あいー、行ったのか、行くのに。で、身代わりを出したりしつつ。そうね、身代わりは。あ、いいじゃんいいじゃん。今身代わり食いついたね。あ、でも結構すぐ出せるね、身代わりね。痛い痛い身代わり、身代わり近距離に置くな、ずいぶん。ちょっとだいぶ。そうね、まあでも まとめてくれて。こいつ貫通すんだよな、多分。攻撃もしたいからな。痛い、俺にも当たる。意味ないの。身代わりの同じ戦場にいるから。身代わりの位置に。身代わり出すのに EP 使うんだよな。そうなのよ。あとこいつしびれ効かんの EP か。一回しびれぶち込んでみたら、しびれぶち込むか。そっか、あ、しゃ、いた、いってるいってるいってる。でここら辺に置いときながら、あ、素晴らしい、いいねいいねいいね。これだいぶ時間稼げるね。いいね。しかも HP も自動回復だからもう大丈夫でしょ。そうか、自動回復もあるんだ。あ、そうそうそう、本当だ。もう余裕だから。強いな、これは。負けないな、これは。ね、勝ったね。卵置きまくってでもいけるな。あ、いい、もうもう半分いってる。もう大丈夫だ、大丈夫大丈夫大丈夫。ちょっとぐらい食らっても平気だから。さすがに絶望的だったけど、これはもう余裕だね。いけそう。確かにこれなかったら無理だもん。なんでしびれも入れました。はい、ね、いいぞ。これはいけたな、勝ったな。でかいわ、体力は。大丈夫大丈夫。確かに体力すごいな、これ、ね、2本角なのに。こっちは明るく曲げつつ体力もあると。食べさせて、はいはい、かわした。当てて、でタックル。ああ、大丈夫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 。これ関係なくもう連続した方がいいのかもな、うん、ね、こいつの体がでかいな。で今しびれも解放されたと。ああ、大丈夫だね、まずね。で食べさせて、ウィー。あー、もう勝ったじゃない。勝ったね。あと2回分食らえるし、もう連打するわ。よし。ああ、もうそれでいいと思う。もう大丈夫だろ。これで一族を救うことになるんだな。おー、終わった。やったー。あ、こうなるんだ。なるほど、ね。なるほど、下敷きに使えばったわけだ。里に帰ろう。帰ろう。これあっさりしたな。これおしょぼ多分喜んでくれるね。おしょぼ。おしょぼ大はしゃぎでしょ。ね。キリオが多分里をなんか乗っ取ってると思う。あ、あ、お、お、大丈夫か。なんだこの視点。え、なんか。やめろよ。おしょぼ。やめろ。これおしょぼ。おしょぼ。おしょぼ。え、いや、そいつおしょぼじゃねえ。おしょぼ。こいつもちげえわ。え、どうなるの。死んじゃったの。あ、おしょぼ。兄貴。兄貴。大変だ。兄貴が死んじゃう。誰か呼んでこなきゃ。やべ、涙流して。いや、連れてけ連れてけ、お前が。お前が連れてけ。そっちに戻ったら。どうなるの。キリオとか来てくれんのかな。あ。あれだ、あの概念だ、謎の概念ね、うん、目を覚ますのです。まだあなたは戦えるはずです。え、こっから俺戦わなきゃいけないんだから。俺嫌だけどな。いい、いらないんだよそういうの。今こそ思い出してください、今までの全ての力を。おお、さあ、自分の力を信じて、全ての進化の記憶が蘇る。フルセット、フルセット。え、どういうこと、どういうこと、どうなんの。全部つくの、もしかして。ね、まさか。うわあ、かっこいい、かっこいい。なんだこいつ。もう経験でもう HP ゼロじゃん、もうむちゃくちゃ。体力ゼロだけど、もう関係ないんだ。関係ないのかな。ああ、もういいの、倒せんのかな。もう初めて捕食者を倒せる。食らってんのか。いや、でも体力ゼロのままだからもう関係ない、ゾンビ状態になってる。なるほど。何だろうね、音楽も盛り上がってる。ほら、何すんだろうね、これ。全然食らわないけど。ないか、ね、あれ、おしょぼのシーン必要だったか、あれ。いるよ、おしょぼ。いるのか、あれ。食らってなくない。いや、でもなんかやられるけど。確かにな、こいつにダメージ与える手段が分かんないな。
なんか違うんじゃないか。勝ち確定の BGM は鳴ってるけど。あーあーあーなるほど。耳らせて攻撃か。その間に突撃。結構痛い。すげえ、すべてがあるのかっこいい。いやちょっと気持ち悪いけどな。やりすぎてる感じだね。全部つけたみたいな。そうね、足せばいいわけじゃないんだなっていうのがよくわかる。そうね、デザインってデザインってシンプルが一番だからね結局。そうね、うん、引き算も大事なんだって。そういうことだ。価値格ならもうちょっと減る量は減ら多くしてもいいんだけどな。ねえ、なんかイライライライ。ただ言ってる。アップで待ちか？確かに。おしょぼ余計なことすんなよ。確かに意外とアテンド。ってね。余計なことしないでほしいな。僕も課税するよ。あ、余計なことすんな。あ、にきる。いや邪魔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 してる。地味にもう価値格なのに確かに逃げんだよ。長いんだよな。絶対そうだ。絶対。意外と当たんないのよ、ね、こいつ来ないというか、よしよしよし、こっちのノックバックもないぐらい強くあってほしかったかも。そうね、確かにそうだね。もうなんならこいつぐらい大きくなってほしかったな。そうだ ね, ねもうこの体でもう圧倒する感じにしてほしかったな。そうね、お腹ズドンって、ね、綺麗に穴開くやつ。いやでもこれいいゲームだね。なんか熱いな、ね、でも。いや熱い熱い。体全部これ4人でやりたかったな。そうね。なんでなかったんだろうな。確かに。僕たちも戦うよっつってさ、全員こっちに攻撃仕掛けてこないかな。まあでも今までもそうだったもんな。大事なシーンはシングルだったもんな。あれみんなって。あ、みんな裏切る。みんな裏切んのって。みんなこの姿で来てほしいな、おしょぼとかも。なんでできんねんみたいな。本気出せばそのくらいやれたんだあいつらも。でも本当はこいつらは現実だと滅んでんだもんね、こいつは。バスピスは。そうね、そう、古代魚だから絶滅してるんだ。絶滅してるからこれで絶滅しなかったっていう展開になるんだよ。あ、なるほどなるほど。ダンクルを当たらんな。当たらんね。当たらんね。あ、終わったか。しびれるまで終わんないのかも、相手が。そうね、しびれてほしいな。しびれ。よし。あ、しびれた。あ、これはいったぞ。これこれこれ。一撃。おい。終わったー。倒したー。おお。爆発した。爆発した。チリも残らず破裂。兄貴。来た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 。兄貴無事だったんだな、みんな来てくれた。よく兄貴って分かったな。兄貴って分からんだろこれ。確かに。兄貴その姿はって。兄貴やっぱりすごいや、あのダンクルオステウスを倒しちゃうなんて。兄貴兄貴の姿おかしいからな。確かに怖いな。あれあれとして、まさか死んでる、死んでんの兄貴。そんな、浮いちゃうなあ、こいつはもうそんな、そんな兄貴、兄貴なんてことじゃ。悲しい、何ちゅうエンディング、何ちゅうめちゃくちゃ悲しいな。兄貴悲しい、悲しい、なんか暗くなってる、暗くなってる、あー、おいら悔しいよ。英雄が死ぬタイプのエンディング。あなたの活躍により奇跡的に絶滅の運命は回避され、里に平穏が訪れました。この平穏がいつまで続くかは誰にも分かりません。ですが残されたみんなであれば心配は無用でし、あの4人じゃ心配だろう。なんかあんまハッピーじゃない。運命に抗うあなたの勇姿をその目に焼き付けたのですから。真っ黒に敵かなんかそんなにハッピーじゃないんだけど。いや結構バッドでしょこれ。ね、あ終わっちゃった。悲しい。悲しい英雄が。悲しい兄貴。ああ今までの今までのおしょぼが。ああキリオ。キリオお前何だったんだよ。何だったんだろう。キリオもねえこの集落の若いやつなのに。確かに何もやんなかったな。ねえお前すげえなしか言ってなかったもんなキリオは。ピスミはどっち選ぶんだろうね。キリオと。サトサじゃねえ、おしょぼとキリオどっちか選ぶでしょう。え、おしょぼ弟じゃん。おしょぼ弟だよな。あー、じゃあキリオしかいないってこと。そういうことじゃん。なんかキリオ怪しくない。やたらキリオ厳しいんだよ。ずっと言ってやっぱ怪しい。いや生物っていうのはやっぱさ、もういないわけだからさ。そうね、うん、主人公かキリオかしかさ、主を存続させる必要があるからね。そうそうそう、まあ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 、ね、終わった
終わったわ。終わっちゃった。終わったんだ。あれ、なんだ、あ、これ一個、あれなんか進化してないこいつ。あれ、おしょぼ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 お前おしょぼ、おしょぼちょっと進化してる。おしょぼちゃんと成長してる。おしょぼあいつと戦おうとしてる。泣けるちゃんと受け継がれてんだよ。その装備じゃそいつきついぞ。確かに。まだ勝てないって。そもそも俺らもこいつらに全然勝ってないからね。勝ってないよね。そうね。確かにね。倒してるから。ああ、おしょぼも頑張ってんだね。